小悪魔の姿からこんにちは、うぷ主の28です。今回からゆっくり実況をしていきたいと思います。友達とクリエをやっているところを流しながら、自己紹介をします。その後、この友達とデュオをします。まずこのチャンネルでは主に、フォートナイト、スプラトゥーンを実況します。フォートナイトも、スプラトゥーンも、初心者なので、温かく見ていただければ幸いです。好きなスキンはハッシュです。フォートナイトはチャプター1のシーズン5からやっていますが、弱いので悲しいです。スイッチゲーなのですが、PC パッドでもやりたいなぁとは思っています。実況者は何万円も課金しているところが、多いと思いますがこのチャンネルでは2750円だけです。うお、やばやばやば。じゃあこれで自己紹介は終わりかな。もう少しクリエを流します。回復は終わったぞー、削りやがって。よいしょ。ガン待ちがちでー、わらわら。喋ることがねー。なぜ言うことがわかった。喋ってねーからだぜ。はい。そうですか、どこ行ったー。まだそこおったんかい。行ったー。回復回復。してないよな。起動したな。動画的にはあれだけど、とりあえずこもるか。めたいぞ。あ。いねえ。何か壊してるけど。間違えた。煽りじゃないぜ。どこや、窓開けてみるか。やったー。びっくりしたー。11か。じゃあ試合へ行きます。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサだぜ。ハッシュスキンが私で画面主よ。私がバナナスキンだぜ。マリサはバナナだからバナナスキン。誰かバナナだって殴るぞ。ひぃー、すぎばジェン、てかもう殴ってますやん。すまんすまん、って。どこ降りる？タワーでいいんじゃね、キルできそうだし。そうするか。カット下手でごめんね。時計塔届かんかったー。ここでいいや。いつもは時計塔か、ソルテの赤いレンガの家に降りています。私は、今レイムが降りているところによく降りるよ。ミニコで竹富ドピスカー。まあ、あるだけマシじゃね。そうだな。当たります。ピストルしかねえ。これは低い。って、戦ってるからカバーってくれ。わかったわ。大丈夫かー。とりあえずやれたけどまだいるから気をつけて。わかったわ。って、アップな。とりあえずミニコ飲んで。ナイスだぜ。ハープーンガンでガン待ちしとくわ。じー。もう出てきてるぜ。おっまじか。ちゃんと見てなんだぜ。すまんすまん。一人食ってシールドカット。ナイスだぜ。一人やった？オーケーだぜ。カバー行くのぜ。もう一人やったわよ。終わったのか、多分。って、言ったー。やばやばやば。うおおおナイスカバー。ナイスだぜ。なんで、うおおおが、魚なのぜ。魚パワーを使うためよ。じゃあ今のは霊夢の力じゃなくて魚の力なんだな。わらわら。違うわよ。面白いかと思って言ったのよ。あれは、完全完璧霊夢様の力よ。片言になってるぞー。あと、旅立つな。は。そうか、あれから資材を集めて回復しました。撃たれてる。マジか。そこいるわよ。オーケーだぜ。ボットっぽいし、白ダメよ。私は詰めるぜ。ヘビアサータンヌエー。お前ヘビアサ苦手だもんな。マリサ、後ろを。とりあえずナイス。やった。ナイスだぜ。タンク行こ。そうだな。バウンティ受けよう。そうだな。キルどこ？ブーンブーン、ブーンブーン。子供か。まあいいじゃん。私インゴットマックスだから受けていいよ。ありがとうだぜ。てかすごいんだぜ。キルはどこじゃ？キルはどこじゃ？おいおいマリサ台本に突っ込むって書いてあるぞ。台本なんかねえよって突っ込むって台本に書いてあるよ。わらわら。台本なんかないよ。ひえー。何このトラック、乗ったらこうなったんだけど。多分バグでしょ。私が乗っても大丈夫だし。確かに。じゃあ移動するか。いや、待って敵いる。マジか。よ、トラック邪魔。すまんすまん。キル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 。取られたー。私だってキル欲しいのぜ。脅してくれる。わかったのぜ。絶対キルする。キル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 。核入れとくよ。わかったのぜ。
死体打ちみたいになっちゃったのぜ、ごめんなさい。ちょっと移動。あ、って聞いた、こんにちは、ナイスだぜ。でも少し怖いので、あれから釣りをして、カードを倒して移動しました。敵いるわよ。お、ほんとだ。ミサイル嫌がらせ。地味にうざいやつ。それにしてもカードうざいよな、地味に強いし。確かに。お前と同じぐらいかな。なんだ、と。すまんすまん。まあ、いいだろう。あ、偉大なる霊夢様、ありがとうございます。ふ。私の偉大さがわかってしまったか。ちょろすぎな。何か言った特に。言ったー。ミスった。キルじゃー。おやー。え、何言ったー。聞こえなかったので、わらわら。と、特に、は、恥ずかしい。そ、蘇生お願いします。仕方ないなー。取り合ってー。蘇生いっか。こいつ武器いいな。あ、リブか拾わないと、ショックウェーブあるし一気に行くか。撃たれてる。ボットだな。回復しないと。ごくごく。ごくごく。よし、行くぞ。一人で喋るの大変だな。ウプ主すげえんだぜ。ゴー。ミスったー。キルじゃー。一人ダウンしてる。なんでだ、キルだー。ほいっと。レイム戻ってこーい。やっと蘇生できるな。戦力も増えるし、一人で喋らないでいいし、最高。蘇生じゃあ、てっくるなよー。で、来たし、ボットかな。少し詰めるか。早く蘇生したいんじゃあ。早くキルになってくれー。ほい、ほい、で、いったー。危なかったー、油断したのぜ。蘇生蘇生。今度こそ敵来るなよー。ありがとうマリサ、普通喋れるのに恥ずかしくて喋れんかったわ。さすがに一人だといろいろ辛いのぜ。武器集めて回復するのでカット。敵いるのぜ。お、ほんとだ、ボットだな。確かに、嘘ー。誰でも外すことはあるんだぜ。私だって外しちゃったのぜ。ありがとうマリサ。105当てたよ。ナイスだぜ。そしてやったのぜ。連携できたね。そうだな。あさって来るのぜ。わかったわ。あの雪だるまのところ敵いない。確かに怪しいのぜ。壊してみるわ。じー。あ、やっぱり敵いるわ。わかったのぜ。カバー行くのぜ。頼むわ。最後のパーティーじゃね。確かに、絶対勝つわよ。おお、とりあえず雪だるま壊しまくるわよ。オーケー。足凍って滑って落ちないかな。それだったらつまらないし、お前の大好きなキルができんかもよ。確かに、それは嫌だ。ダメ食らうだけだったら嬉しいか。うんうん、雪だるま切れたかな。よっしゃー、砂当ててやる。あれ何？どこどこ？あ、あれか、NPC でしょ。ああ、そうか、ありがとうだぜ。いえいえ、あれ当たってないか。どんまいだぜ。次こそは当てる。レバーアクションで狙ってみるのぜ。私も砂で狙おう。じー。105当てたわよ。ナイスだぜ。これは流れてるな。霊夢、それフラグや。あ、これはビクロイ追加。なんで、流れてるし楽勝よ。なんでお前はそうやすやすとフラグを立てるんだ。まあいいじゃん。よくねえわ。すいません。わかればいい。NPC 何やってんだ。リロードリロード。じー。顔出したか。すなるぞー。私だってすなるぞー。じー。顔出せ、顔出せ、顔出せ、顔出せ。顔出せ、顔出せ、顔出せ、顔出せ。顔出さねー。顔出さないのでカット。いてー、油断してたのぜ。まあ、レバーアクションでよかったな。ほんとそうなんだぜ。回復しないと、あ、チャンス、月だらけだぜー。回復済んだのぜ。105当てたわよ。ナイスだぜ。こもったな。引きずり出すわよ。わかったのぜ。嵐はこっちの方が有利かな。ガンガン行くぞー。おーって、言ったー。回復しな。はい、メディキ。ありがとうだぜ。霊夢、あいつつなれるか。やってみるわ。じー。あー惜しい。ごめん、大丈夫だぜ。今度こそ。じー。オーケー、やったよ。ナイスすぎるぜ。回復持ってなかったのかな。蘇生させないように圧かけるわ。頼むぜ。蘇生するなー。
って、言ったー。蘇生してなかったのか、場所が違ったっぽいのぜ。あ、間違えた。煽りじゃないわよ。焦るな焦るな。砂の玉なくなったし。圧かけるのぜー。全然出てこないのぜ。お相手さん、嵐大丈夫ですかー。魚大量に持っているのか。でも打ち続ければ、回復できないはず。キル欲しいし、嵐の中行こうかな。やめといた方がいいのぜ。そうか。あ、ダウンさせたやつ核入ったよ。ナイスなのぜ。先にアンチ言っとくわよ。わかったのぜ。て、ビクロイ。やったー。発動がビクロイで終われたね。そうだね。でも、最後つまらなかったー。確かに。最後にこの動画が面白かったら、チャンネル登録者1000人を目指しているので、チャンネル登録、高評価をお願いします。また、字幕が見づらいなどがあったら、アドバイスコメントもお願いします。それでは、今年からよろしくお願いします。アデュー。霊夢、カットミスって霊夢の1キルカットしちゃった。ごめん。まあいいわよ。ありがとう。こんにちはー、フランだよ。こんばんは、レミリアよ。私がハッシュスキンで画面主だよ。ブレイズが私よ。連れ倒りない。わかったわ。ここアリーナの固定降りだから任せて。お姉様なんかに任せれんわ。なんだと。あれ、反応したってことは、お姉様、お姉の王様だったの、わらわら。違うわよ。字幕見てないのが悪いんだよん。何も言い換えてねー。あさるのでカット。撃たれたな。ちょうどキルが欲しかったんだよ。キル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 。え、あれ当たってないの。私も当たってるように見えたけど。まあいいや、キルしよ。悪魔のお姉様が来る前に。いや誰が悪魔よ。え、悪魔じゃん。そうだったわ。って、普通にいてー。まあいいや、キルが優先よ。おやー。オーケーオーケー。いや、キルパクチーしようとしてるのはお姉様なんだが。いや、キルパクチーって何よ。知らん？ちょっと回復するのでカット。キルとラマ、お姉様はどうする？ラマだー。聞いてねー。まあラマなら、キルじゃー。はい、フランさん、キルはできましたかー。はー。カット。お姉様、ショックウェーブですぐ来られたら無理だよ。私だってキル欲しいんだもん。あ、さっきはとつって死にました。今度こそ勝つぞー。おー。そして降りるのは、スナーピー。て、なんでうつ主までいるのよ。そうだそうだ。いや、コメント返信しようと思って。え、コメント来たの。ありがたいことに、コメントをいただいたんだよ。皆さん、ありがとうございます。では、一通目。おー、初投稿。これからも頑張ってください。応援してます。いやー、ありがとうございます。ちなみに、初コメントがミックスジュースさんでした。ミックスジュースさんのチャンネルも面白かったわよ。二通目。チャンネル登録しました。これからも頑張ってください。チャンネル登録、応援、ありがとうございます。頑張ります。え。うぷ主。これからも頑張って、ダサい、だよ。嘘ー。うぷ主がダサいと思う人は、チャンネル登録、高評価してね。ダサくないと思う人もよろしくね。もう自分は慣れたので帰る。多分これ打ち間違いよね。そりゃそうだろ。3通目。コメント、ありがとうございます。今回、打ち間違い多くない？投稿は遅くなりますが、楽しみにしていただき幸いです。これからも遅くなると思います。じゃあ、コメント返信は終わりよ。他にもコメントしてくださった方々、ありがとうございます。あ、敵、倒すぞー、てかキルくれ。まあキル数対決だもんね。え、そうなの。聞いてなかった。2試合目はキル数対決って、うつ主言ってたけど。うつ主後でハンバーグの系？まあ今泣いてるし許してあげたら、私たちもいじっちゃったし。じゃあこいつハンバーグで。とばっちり。冗談冗談。いや、思いっきり鎌で殴ってますやん。いや、ラグすぎて当たらんのんよ。あとゆっくりって後付けだからできるわけ。ごめんごめん。無事やれたがクソいてー。じゃあ回復しといたら。そうだな。よし、これでキルは私のものよ。て、なんで来てるのよ。なんとかやれたけど。いや、回復しに。あっそ、あわよくばキルタクを。何か言った？特に、それにしても敵いねー。ほんとほんと。よしよし。フラン戦ってない。気づいたか。でももう遅いわ。キルタク、キルタク。そんなことさせるかー。まあこいつの味方を倒せばいいか。はい、単独行動ボット。くっそー。
暴走族の音しない？確かに。よっしゃー、キルサもっと大きくしてやるぜ。やっぱ、私も行かないと。はい、発見。キル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 。って、嘘でしょ。車の中からワンパン。いやーやめてー。はい、わかりないすー、わらわら。キルス対決で蘇生されるって今どんな気持ちね、今どんな気持ち。まあざっと、最高かな。なんでや、まあいいわよ。蘇生しないとさすがにきついし。まあ金スナは勝ったらったけど。嘘。まあいいや。案外あっさり。はい、ありがとさんのノリ茶漬け。これぐらいいいわよ。武器集めたり回復するのでカット。ロケランとかいうクソ武器持ったボスいるかな。待って、足音マークか。あ、いいこと聞かせてもらったぜ。あー、最悪、ミスった。まとめて片付けてやろう。お姉様は寝てていいわよ。寝るか。ロケラン当たったか。残念、当たってません。ナイスおとり。上がガラ空きだぜー。やっぱりあのスキン目立つわね。適当に削って詰めてくるかな。じゃあそこをいただきましょうか。ほらよ。え、ちょ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 、まさか本当に来るなんて。あっぷな。じゃあ初段待ちー。そんなことしてたらキルはもらっちゃうぜー。ほいほい。そう、まあびっくりしたからナイスー。もう一人は私か。もう一人は上にいるぜー。まあ今から来ても遅いがな。はい、終了。そう、ヘビアサとロケラン苦手でいらんからあげる。キルトクが怖いけど。あ、ありがとう。てか雑な尺稼ぎありすぎー。それな。よっしゃー、キルだー。はい、バクさん。そう、ロケランチートでしょう。早く消えろーって言ったー。さすがにあいつは私が。うおー、ち、私がキルしようとしたのに。さすがにとらせん。脅すか。どこだー、どこだー。ちょっと遠いわね。行ってみるか。多分違うやつだけどいたぞー。ふっ、そういうの。くっ、そう、一点は当てたよー。突っ込めー。キルじゃー。どこだ、早くキルしないと。いや、おかしい、おかしい。あ、引っかかってたらなんかいた。マジかよ。ささっと倒してお姉様のキルも取らないと。こっちにはいなかったわよ。あっぷな、取られました。そう、私のキル奪いやがった。今フラにやろうとしてたけどね。まあ、今回は許してやろう。いや、それ許してないじゃん。ああ。ごめんなさい。ささっと回復してキルしないと。ああ、村ちゃん。見逃すところだった。見逃してたらよかったのに。危ない、危ない。よし、回復。あ、来た。お姉様のエイムだから大丈夫かな。よし、私も、おやー。ランのエイムとかしましたー。く、そう。ラスト一人、私の方がキルミぐらい多いでしょ。いや、二どころか一すら多くないぞ。同点だ。マジ？ラストで決まるけど、またレイムとマリサみたいに、嵐で終わったらどうしよう。私が早くキルしないと。食稼ぎオツなんだぜ。こんにちは、レイムです。こんにちは、マリサだぜ。私たちはすぐ帰るぜ。アンチひどいな。ほぼ海なんだぜ。確かに。それでは、アデュを。10年も経ってないけど見つけたぞ。よっしゃー、こいつを倒せば勝ちだ。上からロケランで倒してやろう。その前に絶対倒す。一応ショックウェーブ取ろう。そんなことしてていいのかなー。うん、大丈夫。室内だから何発か撃たないと当たらないはず。うわ、めっちゃ正論。やって、手でピン刺しちゃった。さすがにフェイントじゃないかな。よし、今だー。爆発してる。やば、いた。じっくり狙ってー。ほい。そして、ラストだー。やったー。ビクローイ。ビクローイ。今回はこれで。まーてー。楽しい楽しい結果発表がまだじゃないですかー。はい。じゃあ今回の結果は、私が7キルでー。お姉様が6キルでしたー。ということで、
私の勝ち。この後は友達とクリエをやっているところを適当に流すので、よかったら見てください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、アデュー。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサだぜ。こんにちは、ヨウムです。今回はちょっと見ての通り、立ち絵の編集の仕方を変えて実況してみるにょん。こっちの方が良かったら、これからもこうするにょん。じゃあ、ヨウムはここで失礼するにょん。録画ミスして途中から始まってるけど許してなんだぜ。すみませんでした。霊夢、なんで立ち絵の編集変わったかわかるか。編集が簡単だから、その理由はダメやろ。じゃあ、楽でゲームの時間を伸ばせるからじゃない？悪化してますがな。まあ、さっきのはマイケル冗談で、早く投稿したいし、皆さん大体そうしてるからじゃない？ああ、それ確かにありそう。まあ、この話題やめて切るしに行きますか。そうだな。お、こっちで切るのぜ。まあ、動画では BGM で銃声聞こえないけど、プレイ中は聞こえてるから知ってるけどね。あらやだめたい。来たよ。こっちは終わったのぜ。なんか撃たれたけどどこかわかんねえ、ので少し探して見つかったので倒しました。ナイスー。てか遅いけどこのクリップ古い、プレゼントとかあるじゃん。まあこのクリップ初動画撮影した次の日ぐらいに撮ってるからね。仕方ないね。仕方なくねえよ、なんでそんなクリップ使ってんだよ。まあそれはこの動画を見たらわかることだね。まあみんなサムネでわかってると思うけど、この動画メタすぎんだろ。次。あの後飛行機取りに行ったけどストームが来てこの状態になりました。よし、キルキルキル、車で暴れてやるのぜ。一人やったよ、ナイスー。ちょ、マリサ暴れすぎ、私まで引いてる。ああ、すまんすまん、いいよ、やったよー。ナイスー。じゃあ次行くぞ。うん、ガードと戦ってる敵発見。あ、多分初動画でガードをカードって言っていました。すみませんでした。じゃあ私こっち倒しに行くわ。じゃあ私はこっちだな。オラオラー。HP 少ないのはわかってるんだぞー。隠れたつもりでも丸見えだぞー。で、ごめん。そっち飛んでった。わかったのぜ。そっちの敵よろしく、私こっち倒しに行く。わかったのぜ。
回復はしてるかもしれないけどそこまでできてないと思うからゴリゴリ行くぞー。て、開けたー。いやーやめてー。あ、これ死ぬパターンや。倒したから言ってるのぜ。お前の読み通りそんなに回復してなかったけど一ダメも与えられないっていう。てか画面主毎回死んでない。確かに。いや納得しちゃうのかよ。蘇生ありがとう。じゃあ次。敵いるのぜ。お、ほんとだ。ちょっと回復させてー。わかったのぜ。倒しちゃうのぜー。ミニコ一本のんだから援護するね。ああ、取られたのぜー。まあ結構削ったから入してー。特別なのぜ。味方っぽいやついるよ。シールドカット。私は HP やばいから先に言っとくのぜ。わかったわ。無理はするなよ。オケオケまんじゅう。そっちも気をつけて。はいよ。うわ、ショックウェーブ持ちか。って、どっかから撃たれてるな。やばいラグすぎる。大丈夫かー。オッケー、なんとかやれそう。やったわ。ここは一旦逃げよう。あれ？マリサなんでここに？ああ、メディキあったし、お前も少し心配だったからな。ああね。ありがとう。気にしないでいいのぜ。オーケー。お、魚あるじゃん。あ、メディキあるからあげるわ。ありがとう。回復するのでカット。よし、釣りするぞー。いいいい。たたたたた、敵いるのぜ。だいぶ削られたから助けてくれ。わかったわ。さっき釣ったジェリーフィッシュ。ナイスなのぜ。どこから撃たれた？上からなのぜ。オッケー。はい、ミニポ。ありがとうなのぜ。アンチじゃないし移動したかな。ガソスター漁るか。いったー。てかエイム良くない？私撃ってきた敵エイム良かったのぜ。じゃあ同じ敵かな。とりあえず頑張って倒してみますか。エイムひどすぎました。まあまあ誰だってそういうのはあるって。もう一回チャレンジ。え？ランス運ゲー嫌です。いやランス運なさすぎだろ。いや、私本当にランス運ないのよ。だからヘビアサ苦手っていうね。まあ他にも理由はあるけど、タクアサ苦手だし。そうなんだ。やったのぜ。ナイス。てかこの敵回復アイテム強すぎ。ムラシカもあるし。あ、ギリギリアンチ外だから移動しようぜ。確かに。わかったわ。木が壊れた。敵いるわよ。わかったのぜ。この柵邪魔。来るぞ。これはやめ置きだ。あ、こういう時に限ってミスったー。っていうかこれジオだからもう一人いるかもしれんな。そのもう一人に60ぐらい削られたわ。じゃあそっちからやるか。って、言ったー。大丈夫。なんとかやれたけど HP やばいのぜ。もう一人は任せて。頼む。言った？エイム良すぎ。これは終わったか。諦めたら、そこで試合終了ですよ。安西先生こんにちは。でもナイスすぎるのぜ。ラスト一人したけどボットじゃない？多分な。じゃあ、勝ったな必点は貸してくる。フラグ立てんなよ。たまーにエイム良すぎボットがおるからな。てか必点は貸すってどういう意味だよ。まあ今回は大丈夫そうだしちゃっと倒しますか。そうだな。ラスキューはいただくのぜ。あ、削ったのに。やったー。まあ、ラスキュー取れなかったのは残念だけどね。普通のキルよりも楽しくなれるのぜ。私だって次の試合は取るからな。じゃあそのまま次の試合頑張るのぜ。ほい。ということで次の試合だよ。これガチで次の試合だからね。レベルゲージほぼ一緒でしょ。ま、とりあえず武器集めるのでカット。SM と AR だねー。マジ？ヘビアサはあるけど。それは辛いな。てかやばいかも。マジ？行くね。え、畜生、早く行きたいのに、さっと倒さないと。すまんな、頑張れなんだぜ。大丈夫、ありがとう。オッケー、今度こそ、なんとか来れた？ナイス、ありがとうだぜ。1ナイス。ふぅ、なんとか戦える。まだいるから気をつけてなんだぜ。オーケー、ラグ石バグった。ありがとうだぜ。倒しに行きますか？オーケー、ラグいからそこよろ。オーケー、探しますか？オーケー。オーケーしか言わないじゃん。私もボケてみようと思って適当にやってみた。あーね。あ、足音聞こえる。ここ敵通ったよー。マジ、急いで行くわ。私も詰めに行くわ。あ、バレたかも。援護しに行くわ。ここガン待ちされてないか怖いな。私も来たのぜ。じゃあ行きますか。レンガの壁？こっちから行くのぜ。待って、マジラグい。本当にお前回線悪いな。ランス運もないのに。確かに、一人やったのぜ。ナイスー。味方はどこだー？チャージの音？え、マジか。体力少ないの忘れてたー。ラグいけど任せて。普通だったら任せれんけど今は任せるしかないか。壁取られてるしこっちから行くか。一応上も取れるし。いい判断なのぜ。絶対倒す。ラスキルを取るんだ。あ、そういえばお前ラスキル取りたいんだったな。そうだよ。いや本当にラグすぎる。なんとかやれた。ナイスなのぜ。じゃあ次、アンチ移動するのぜ。うん。て、うわー。行って、アップな。お前バカか。はいそうです。いや認めちゃったよ。よったえたな。アップな。学習しねえな。回復して敵探すのでカット。なんでここで絡んでくるんじゃー。え、
そこで、まあ、頑張れなんだぜー。ささっと倒さないと、早くアンチ行きたいのに。あ、そうだ、先回りしとこ。確かに、そうした方がいいんだぜ。それからここを崩せば、おお、霊夢にしては賢いこと考えるのでー。ふぅ、霊夢にしては、大事なことなので2回言いました。え、崩そうと思ってたのにもう来てた。これ味方なのか。わからないのぜー。これ飛行機あるし嵐やばいから逃げるのぜー。悔しいけど逃げるか。うん。マリサ、何してんの？早くアンチ行こうよ。私乗ってないんだけど。え、じゃあ乗ってー。敵探しに行こうよー。オッケー。敵がいそうな建築物発見。まあいなかったんですけどね。まあアンチ外だからな。ああ、確かに。じゃあアンチ。敵いるかも。おお、それじゃあキルしますか。もちろん。スルーするのか。ああ、こっちにもおるんか。ピンのところにもおるっぽいんよ。マジか。まあ、そっちから行くか。わかったので、ボートで嫌がらせしよう。無防備じゃないか。おお、ほんとだ。てか普通にやばい。普通にエイムいいし。ナイスバウンサー。威嚇射撃しといてー。逃げろー。私も一緒に行くのぜー。おお、心強い。まあ、嵐も来てるしな。っていうか、これ嵐やばいな。お前耐えれるか。ギリ。って、すまん、やられた。ごめん。さすがに HP ないから助けれんわ。大丈夫なのぜ。頑張れなんだぜ。うん、逃げるのでカット。3HP からここまで回復できた。敵いるんだよなぁ。いったぁ。おぉ、頑張れなんだぜ。嵐側から来たから HP は少ないはず。あとはシールドがどれだけあるかだな。不意打ちでだいぶ削られたからきついかも。まあ、頑張れ。これ嵐来たから先回りしようかな。HP とシールド合わせて100ぐらいしかないからそうした方がいいのぜ。じゃあ上からチッチッしよう。シールド少なかったらいいな。そうなんだけどねー。じゃあチッチッしますか。おい、頑張れ。で、あ。ダウンしてるじゃん。でも武器弱すぎるから隠れて装備強くしますか。確かに。ということでカット。だいぶ移動してきました。さすがにイモラないと勝てないので、動画的にはあれですが、イモラせていただきます。2回ぐらい見かけたエージェントバナナがいるから強いかも。確かにそうだな。でも一人だから大丈夫っぽいかも。で、イモルの動画的にもだけど、BGM にも合わないね。確かに。本当にすみません。やっぱりバナナヘッド狙いにくいなぁ。確かにバナナ目立つけど、ヘッド狙いにくいし、可愛いし、建築つけやすいらしいから、強いところもあるのぜ。確かにプラマイゼロ、いや、キル中はプラス、だね。まあ、そろそろ雑談はやめよう。そうだね、ゼロ、ふぅ、もうやめようか。はい、バナナが敵に突ったよ。あ、すまん。そうか。さすがにバナナ辛いか。嵐やばいな。行くしかないか。霊夢、頑張れ。やるぞー。行った。二人相手でこの HP はやばい。緊急脱出。バウンサー。さすが霊夢、やばくても笑いを忘れない。でもナイスなので。とりあえず困ったらこのロー。いやー、熱いな。お前カウンターできるしやったら。やるしかないか。これに連撃ロイできそうで手が震えとんやけど。まあ、最悪ゴリ押しで。いや、そんなこと言われても、ミスったー。案の定ミスったしゴリ押しか。ゴリ押しで二人はさすがにきついか。1HP でもう一人はきつい。だぞ、頑張れ。ようやー。やったー。ナイスすぎるので。1HP でよく頑張ったな。相手が外してくれてよかった。おめでとうなん。あ。業務、ありがとう。今回は尺がないのでコメント返信はしません。ということで、アーセナルだー。こんにちはー、フランです。なんでアーセナル来ただけでこんなにはしゃいでるの？こんばんは、レミリアよ。で、なんではしゃいでるの？だってアーセナル2番目に好きなモードだもん。そこ1番じゃないのね。うん？言い切っちゃったよ、この子。まあ、そんなことより試合始まるよ。お、頑張れ。てか私アーセナルの時いつもコーラルなんやけど、戦いづらいんじゃー。まあ、どんまい。やっぱりアーセナル武器強すぎる。まあだんだん弱くなるけどね。まあキルしやすいしいいけど、今は簡単だから早くキルしないと、あいつもやりたい。オッケー、くっそ、敵いない？敵戦区あっちか、と思ったらいた。水の中は的だぜー。あのフランサーネームどこですか？うつ主に預けた。いや、預けたらダメでしょ。じゃあ持ってきて。まあ、うん、オッケー。よし、じゃあ少し一人で実況しますか。って言っても死にそう。苦手なヘビアサー。いやー、うおー。横闇は、聞いてない。まあ切り替えることが大事だよねー。キルジャー。切り替え発射。お、お姉様。取ってきたから逆転しなさい。ヘビアサ苦手だけど頑張るか。圧心だ。ここから撃ちまくるか。
ちゃん君ってやらぶってたけどなんでかわかる。いやあ、あのフランのエイムを。あ、フランのエイムね。はい。あ、ありがとう。っていうことがあったのよ。なんでかわかる。わからん。そうだよね。あ、待って、わかるかも。わかるんかい？多分、エアロイヤルの E クリップが1時間探しても見つからなかったからかな。でもエアロイヤルならまだ良くない？だってエアロイヤル一番好きなモードだもん。そうなの、ならああなっても仕方ないか。テンポよく行かないと終わらないからさっさと行くよ。く、やっぱりダメ低い。一か八かとするか。頑張れ、フラン、今通り通知よ。あ、無理そう。あれから何回か死にました。多分2人突破してるわよ。急げー、あそこいっぱい敵いるから倒したい。撃たれた。お、それは今か。やっと突破した。SM は簡単だからさっさと倒さないと。でもさすがにこの HP は無理。うわ、相手砂とかだったらいけたかもだけど同じ物か。そして別敵現る。これ不意打ちいけるけど1位もう砂か。きつい。それから3人から集中砲火されて死にました。クアラン下手すぎて突破できねえ。でもこれはいける。ナイス。じゃあ次。苦手なタクアサ現る。フラン、まさかチートを使うなんて。私はそんな子に育てたつもりはなかったのに。いや使ってねえよ。しかもお前の子供じゃねえ。ほら、キルログに書いてあるじゃん。確かに。ということで私は最強理論は認めん。いやあるんだろ、どっから最強来たし、しかも死んでるんですがそれは。あ、確かに。てか弱かったわ。いや理論認めてるじゃねえか。理論は認める。どっちだよ。てか惜しい？確かに。多分待ってたら敵降ってくると思う。頑張ってノック当てないとね。誰が砂使うって？ツルハシ特攻するに決まってんじゃん。いや決まってないでしょ。てかアップな。ギリギリキル成功したからいいじゃん。ガハハ。まあ、うん、ナイス。でもまだ6キル差あるから急がないと。頑張れって言いたいけどもうダメでしょ。勝ったら次の試合の出番なくていいわよ。絶対終わったから、フロリダ、します。いやなんでいきなり JK になるんだよ。あと今そんな言葉使われてるの。てかフロリダすな。ふ、JK でカリスマ、自分が最高で怖いわ。あ、なら怖がらないでいいぞ。どっちでもないからな。いや、私は異論を認めるぞ。認めるんかい？だって事実だもん。そんなマジレスされても。そういう人だからね。仕方ないね。人じゃなくね、個人的に好きなバーサ。そうなのね。あん、私のキルを奪ったな。警察に通報だ。いやそういうゲームだしキルを奪われたって殺人未遂じゃねえか。てかあれはエイムが悪すぎた。フランが悪い。せっかくエイム取ってきたのに。だって元が悪いもん。じゃあ意味ねえじゃねえか。いや意味はあるぞ。なんの？だってネタが、あ、ふ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 、ごまかすの下手な人かな。おいおい、言わなきゃバレねえのに。バレるわ。まあまあ見てろって。外すでしょ。でも片言で期待する自分がいる。さてと、本気出しますか。 HP やばくね。追加で落下したのし。まあ任せろ。どやー、うわ、ナイスだけどなんかうざい。じゃあ神プレイをもう一度。ハンティングダシブッシュが邪魔で見えねえ。いや、あれは神プレイだ。あ、神プレイだ。死んでハマりながら言い間違えて言われてもな。お恥ずかしい。はい、リスポーンしましたよっと。あのカタリスト狙おうかな。いやクロスボウだよ、不気味な。まあまぐれて、ねえねえ、あのハンティングのキル神プレイでいいじゃん。いや、さっきのクロスボウの方が断然神プレイだわ。だって私クロスボウ好きですし、おっし。いや、毎回アーセナルの超難関ポイントがクロスボウだよ。それをあんな一瞬で終わらされても。じゃあまあ神プレイならそれでいいわ。そして結構好きなハープーンガンだね。ちょっとふざったので倍速してます。この敵普通にうまいな。あ、落としちゃった。まあ HP なかったからいいんじゃない。ありがとさんのノリ茶漬け。まあとりあえず砂だからここから撃ちまくろうかな。砂だから正解だと思うわよ。で、敗北見たよね。いやいつもの癖で。まあキルできてるし。いや、あのあそこめっちゃハマるんですけど。てか尺がやばい。フリントの強い気はもろいけど単体じゃそんな強くないわね。てかさっきから当ててるけど倒せないわね。ここからは本当に尺がないのでさっさと済ませます。とりあえずフリントノック突破して私の好きなインファントリーになったね。そして次はチャーショ。今敵次で混乱中です。もう無理やりあいつやるか。オッケー。さっき狙ってきてたやつがいねえ。あいつやれば。お、そうだな。ていうか残り武器はリップ。お、ほんとだ、頑張ろう。
く、さっきのやつ来たか。裏は取れてるのね。さっさと倒さないと。で、やばい、そういえば出番がなくなる。さっきまで応援してたけど。敵いすぎ、これは無理だわ。うおー。へぇ、なんかキル入った。また落下。運良すぎでしょ。これは勝つしかない。いけ。ボクサスじゃあ。やったー。とっとと、おめでとうございます。動揺しすぎでしょ、敬語になってるし。ということでお姉様は次出番なしですね。いやだー。何してんの。はい、じゃあ次は、ダイラ、じゃなくてショックウェーブ、やっていくよ。そして皆さんこんにちは、久しぶりのプレイのウプ主です。なんか呼び出されました。こんにちは、ヨウムです。そして私がお姉様の様子を見に行くときにテロップくんに代わりにプレイしてもらいます。はい、まあシーズン変わってるっていうことについてなんですけど、本当にすいません。編集が遅くて、あとこの動画を入れて3本ぐらいはせめて出したいんですよね。だからあと3本ぐらいはシーズン5が続きます。本当に申し訳ございません。じゃあそろそろコメント返信やりますか。そうだな。あ、その前に僕が魚スキンです。あー、確かにやってませんでしたね。私がボルトです。私が引き続き画面主でナッスルです。じゃあ1分目。ウボクです。ウボクコメントありがとうございます。すごくゆっくり上げていますが、これからも見ていただけると幸いです。ウボツって短い言葉ですけど、その中にいろいろな嬉しい言葉が詰まっているというか、なんか不思議ですけど、とにかく嬉しいですよね。ありがとうございます。もちろんメッセージや質問も嬉しいけどね。これからもコメントお願いします。2分目。ウボツです。タキエはどっちも好きです。スプラとフォトナ以外に何かする予定はありますか。まずはウボツコメントありがとうございます。勇気づけられます。タキエはこれでいくつもりです。スプラとフォトナ以外はゆっくり生配信、アペ、スプラだけどキルシュー、茶番や料理動画をする予定です。初質問ですよね。ありがとうございます。ただでさえ編集が追いついてないのにやること増やすバカです。でも最近アペしかやってなくて、フォトナ全然やってないです。10試合ぐらいしかやってないです。なのでクリップがね、多分1つしか取れてないですよね。うん、そうだと思う。ここでコメント返信は終わり。気軽にコメントしちゃってくださいね。うわ、ごめん、やられた。頑張れ。頑張りますよ。かっこ、ウプ主がやられたって打ったら2番目にやられたらやり返すって出てって笑ったのは秘密。くさ。お、これいけそうですね。そうだね。オッケー。ナイス。じゃあそろそろお姉様の様子見に行くわ。テロップくんお願い。ちょっと、やめてくださいよ。ごめんごめん。なんとか一生だね。まあルールですし頑張りましょう。まあそこは触れずに行こう。っていうかクリスタル使ったらプラトまで使っちゃいますね。ごめん。まあこのモードクリスタル強そうだしいぐらいなのかな。クリスタル使えなくしたらいいだけですものね。コントローラーの悩みなのかキーマウでもそうなのかわからないけど、どうにかしてほしいね。で、さらっと負けてますね。なのでカット。お、打て打て。いい感じに削れてますね。もうすぐでやれるな。帰ってきたフランちゃんだよ。お、ショックウェーブでは最強な根性じゃん。え、そうなんですか。確かにそうかもな。当てやすくて遠距離も少しダメ出るから。お、確かにそうですね。しかももっと最強なグラップラーもあるし。まあグラップラーは安定で強いな。20発だし。あー、ごめん、やられた。大丈夫ですよ。もう勝ったしね。ナイスー。そしてなんやかんやあってタイマンに。全然敵の位置がわからん。もう嵐も来ますよ。出るしかないか。うわ、上か。ごめん。大丈夫ですよ。僕たちも悪いしね。次は頑張りましょう。うん、てかこの人一人なのに強いなー。怖いですね。そして私とウプ主さんがやられ、1対3で奮闘するもやられてしまいました。まあここは勝たれても大丈夫かな。で、フランさんでミリアさんはどうでしたか。あーまだ気絶してた。でも盗聴器は仕掛けてきたよ。と、盗聴器。うん。ちょっと壊れかけですか。うん。てかお姉様また気絶したでしょ。バカじゃん。まあまあ。っていうかそろそろ勝ちたいですね。そうだな、結構負けてる。あの一人の人に勝たれたらまずいですね。そういえば今同率1位か。あの人うまいしな。さすがに動画的に。
フランさんがアーセナル買ってくれたので負けるわけにもいきませんしね。ごまかすのうまいけど、字幕があるからわかるんだよな。でもやっぱりビクロイしたいね。まあ、とりあえず頑張ろう。はい。やば、130% になっちゃった。この時点で130以上はまずいですね。ブニーボムで踊らせてその隙に大ダメ与えるしかないか。でも難しくない。数も足りないですしね。あ、すみません。やられました。待って、でも一人で強い人もやられた。これで2対2対1対1だからいける。私がやられてなかったら人数有利だったのに。誰だってやられることはあるよ。これでも2人のチームは一勝だった気がするし、だからまだ有利だよ。あ、ありがとさんの乗り茶漬けです。ねえねえ、うつ主。上に勝利数書いてあるよ。あ、ほんとだ。っていうかやられた。ごめん。頑張れ。大丈夫、いけるよ。これ。頑張れ、フランさん。おや。結局最後はフランだったね。さすがですね。またやろうね。そうですね。そうだな。は、もう動画終わっちゃった。一応やるか。あぐー。は、もう動画終わっちゃった。一応どうやだ。お、ギリギリ間に合ったんだ、お姉様。じゃあ私たちもやっちゃいますか。そうだな。オーケー。それでは、あぐー。ベニリアさんの様子見に行かないといけませんね。ギリギリ間に合ったことも教えないと。めんどくさいな。まあいいや。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサだぜ。ていうかなんでギフトが来てるのぜ。あ、これは前に動画でキル数勝負をしてくれた、しつつここさん、からいただいたよ。なんでこんなチャンネルに。しつつここさん自体が、このチャンネルを面白いと思ってくれてるんだよね。はへえ。だから頑張れ、と言われ渡されました。本当にありがたいのぜ。果たして中身とは。おお、キックアップ、嬉しいね。まあ中の人はリフティング。そこまで、めたいぞ。おっとおっと、ごめん。それにしても、本当にありがとうございました。それでは、まったねー。みんなおっはよう、最近当てじゃなくて大人やってる恋人、それフレンドさんとやるためじゃね。こんばんは、レミリアと。どっちも楽しいよねー。こんにちはー、フランです。今回は私が画面主で、縛りをやっていくぜー。きたー。でも盛り上がっているところに悪いんだけど、このチャンネルの実力で縛りなんてできるの。あ、しかもこれその場のノリでやってるから一回しかやってないんだよね。いや実力もないのにその場のノリで縛りするとかおかしいだろ。まあ気分だったんでしょ。それでもなぁ。そこの二人、だったんでしょうとかめたいわよ。あ、さあせん。すみませんねー。うっぱこいつら謝る気ねー。まあいいじゃん。めんどくさいからいいや、いいかい。てかさぁ私今手首骨折してるからやりにくいんですけど。は、いやこれ嘘じゃなくてガチなんだよなぁ。マジかよ。寝たい話をするとこれは猫さん4443自体が骨折してるの草とかわらわらってしてって言われたんですがさすがに草とかはやめておきました。これは本当のことです。骨折してるのにゲームするのかよ。まあリハビリがてら。ゲームでリハビリとか聞いたことないけどね。まあ本当はこれ古いグリップだからまだ骨折してないんだけどね。寝たくね。あなたは骨折するでしょう。まあ私運命を操る程度の能力だからね。これぐらいわかっちゃうんだよな。ガハハ。今原作設定持ってくんなや。じゃあそろそろ縛りの内容を説明しますか。そうだな。今回の縛りは、宝箱から出たグッ禁止縛り、だよ。おそうか。まあ割と簡単な方かな。っていうかさらっと撲殺してたけどあいつが武器持ってたらワンチャン二人とも死んでた。多分二人で殴りかかればいけたと思うけどね。っていうかお姉様大丈夫か。私は多分あと二人だから大丈夫よ。オッケー。やっと武器見つけた。でもピストルか。大きい建物に行ってみよう。で場所あったし魚いるんだけど、これはラッキーすぎる。でもこれ弾がすぐなくなるんだよな。え、売り切れまで買ったらいいのに。あ、そっか。でもこれは編集中に気づいたからできないと。寝たいな。だいぶ装備もいい感じになってきたね。私もバーストランチャー買おうかな。あ、ごめん雇っちゃった。おいおいまた気絶するつもりか。あ、はいすいません。わかればよろしい。でも本当にごめんね。いやなんか単独行動しとる？だってアンチ行かないといけないし、みんなで行けばよくね。アサルトないんだよねー。みんなでアンチ行ってからでよくね。キルしたい。実力もないのに。アサルトあったー。待って、敵いるんやけど。よっしゃー。敵を倒す、時間です。絶対それ、真相解明の、時間です。と無理やり見せるようにしたでしょ。ねねマルスじゃねえか。最近ハマっています。とりあえずさっさと倒しちゃおう。おらー、いたぞ。いやそれ雇った NPC。く、こいつ邪魔だな。あなたが雇ったからバーストランチャー買えなかったんだぜこっちは。はいすいません。そして終了。さらっとクソエイムだったな。
もうこのチャンネルの名物、クソエイム、無駄建築と編集、判断の遅さ、でいいんじゃね。そうだな。いや、そんなものを名物にするなぁ。そしてまたこいつ単独行動してやがる。じゃあこれも名物にしとく。うわ、こいつポジティブすぎる。まあ中の人はネガティブなんですけどね。めたい話も持ってきやがった。もういいや。そう思っている気がしないけど次。こいつも雇っちゃおう。間違えて通報されそう。そして運転雑。これもね、すいませんね、違います。次。なんかガードびっくりマークで出ない。これは敵いますね。じゃあキルしちゃいますか。でもアンチヤバいし、倒しながら戦うか。ミスって死なないように、ジャブ系のもあるから多少は大丈夫。あそこ多分車乗ったね。今こそバーストランチャーが少し活躍できるかな。いや、なんで少し忘れた。このチャンネルはクアランが苦手ということを。クアランとほぼ一緒だからね。っていうか今一発当たったよ。スニーカなんだよな。これは倒せそう。油断しないでね。大丈夫、倒したから。もう一人ならいける。ここでストップ。いや、なんで。皆さんはお気づきだろうか、ここに敵がいるということを。うわー、うわー、死ぬ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 。レミリアスイッチ、スイッチ。私スイッチじゃないわよ。いや、本当にガチでマジでそういう動きいらないからスイッチ。めっちゃ焦ってるじゃん。あ、私は先にアンチ行ってるんで。私も統合します。まあ私にあとは任せていいから、言っといて手かしめな。はい、オーケー、やったよ、ナイス。っていうか、よく考えると強いやつとこれから骨折する人と、ただの雑魚のパーティーじゃん。おかしい。やって敵いるー。頑張って逃げて。はい、終了。あ、おー、な、ナイス。回復しなよ。敵発見。てか私相当ヤバいことに気づいた。え、なに、援護行こうか。シャクかねー。またかよ。ほい、終了。敵だー。そしてお姉様は。こっち、マシ、かー。でもミニマップ回ってたけど。バグでしょ。最近レミリアめっちゃ落ちるじゃん。まあどんまい。次、敵いるから撃っちゃおう。普通人数不利だから撃たないんだよな。一人シールドカット。ナイス。進行形でバーラン撃ってるし、さっきも撃ってたけど当たらなかったわね。まあ珍しくタクショエイム良かったから。てかフラにやられてるし。ごめん、頑張れ。く、撃たれてるな。一応場所確認しないと。そこのルビーだな。ここからバーランだ。まあこの実力で当てれるはずもなく。まあいい格にはなったでしょ。おっと、ここでは相手さん隠れたーと思ったら出てきた。ここで決めに行ってみるか。いやー、うぶ、後ろなんかいるー。よく生き残ったな、あいつ。まあビクロイドしなくてもできるだけ火を稼げばまだマシよ。だから頑張れ。うん、でもキャブキャノン使っても白ダメか。これはたまにカウンター入れながら逃げて回復するのがいいと思うわよ。オッケー、それ採用。うわ、ショックウェーブだ。とりあえずここに祈ります。なぜかバレていないわね。これで人と戦ってるかもね。一回回復しただけで詰めてきた。頑張れ、てか敵入ってるよ。うわ、ほんとじゃん。ナイス。あいつ多分タクショで大ダメ与えてきたやつだよ。お、それなら倒すしかねえな。って言いながら編集がグダっているのである。倒したかったけどもう一人来るかもしれないし、体力約弱だから一旦逃げます。やっぱり二人来てるな。これ相当ヤバいわね。ここはあいつを倒したい。カスダネだが大丈夫か。く、厳しいな。いった、あいつをどう対処しようか。相手チャーショだからな。今激動の敵降ってきたよ。お、これはラッキー。あいつだけでも絶対ある。オッケー、ちゃんと獲得して。敵来たな。バーラン打ち込んでみたら確かに、いいね。く、当たらない。私ちょっと入ります。おっと、これは本気か。あの世の世界へ。いや、そっちかい。またネネマルスかよ。これで私たちの出番は終わり。ということで、アデュー。再び登場。最近ドラマルザクラが始まって嬉しい霊夢だよ。同じく再び登場。ドラマルザクラ作ってる人変わったと思ったマリサだぜ。こんにちは、日曜日最高すぎると思うサトリです。私たちは縛りはやりませんが頑張るので、チャンネル登録高評価で応援してもらえると嬉しいのぜ。まあ結果はゲフンゲフン。本当にお前バカだな。いや、私はボケキャラで売ってるだけで実は天才よ。売ってるって言い方やめろし。あと天才は自分で天才って言わねえよ。まあ一応試してみましょうよ。そうだな。じゃあ私から、1たす1は何？ 2。 正解じゃん。天才だ。いや、判断基準どうなってんだよ。あ、ウプ主が引っ掛けって言ってたら漢字の10です。理由は、一つ横向きにして合わせたら漢字の10だからです。くそ、どうでもいいわね。まあとりあえず天才になったからいいや。なんか気に食わんからもう1問。いや、どっちだよ。こっちだよ。こっちかよ。いや、何やってるのよ。おっと、すまん。4×7 は何？
24じゃなくて82、82、82、82。やっぱりお前バカだな、答え逆になってるし。服の中では微妙にむずいやつでくさ。ふふふふふ、つぶてやろう。あ、お前なんだよ。死刑にすっとごら。あ、ちょっとした出来心でして、どうかせめて死刑だけは考え直してもらえませんか。じゃあ考え直した結果、無罪。優しい。そしてバナナは置いてきた。奴はこの戦いについて来られない。あっそのこれはマリサがバナナというわけじゃなくて、アップで避けれた。って、マリサ。ぐわ、私はもうダメだ霊夢。霊夢は先に行ってくれ。マリサー、ってなるわけないじゃん。しかも完全に最後寝てたし、あとパンチを床にぶつけてそこまでならないし、私がマリサのパンチ避けれるわけがない。おかげで私が悪いみたいになってるよ。あーすまんすまん、私もたまにはボケたくて。ちょっと、そろそろ実況に戻ってよ。イエスボス。敵発見。っていうかさ、シャブキャノンの説明一切してなくね。あ、じゃあ説明しますか。マリサが。そこ私なの。当たり前じゃん。しばかれたいのか。はい、すいません。まあとりあえず、無限回復、消化可能、オートエイム、最強。いや、ボスすぎる。おいおい。じゃあ役立たずのクソバナナに代わって私が説明しましょう。マスパ撃つぞ、いいのか。こっちこそ無双封印使うけどいいの。いや、それ私の技ー。いろいろ含めて悟りってそんなキャラだったっけ。知らんが、お前もぶっ飛ばすぞ。霊夢、下がっときなさい。いやいや、下がらんぞ。てか人の技取っといてよく言えるな。まあ私はキュッとしてドカーンだがな。おい、だろう。人数振りでもかかってこい。ツッコミ不在。いや、それ。クランチてた。私の技ー。すまんが技取られたから貸してくれ。いや、まず戦争やめろや。イエスボス。やっべ死ぬー。あとは任せろ、ハン。あ、そういえば私がバナナだぜ。私がレクサよ。今するの。あとテロップくん、やめなさい。これ蘇生いけるか。という時でもこのチャブキャノンがあれば、ダウンした味方と回復できるので蘇生可能なのです。ちなみにここに、フレームボール、フレアガン、ホタルの瓶などの燃やすものを撃ったりされてもチャブキャノンを撃ったら消化されるから大丈夫よ。他にもある程度エイムを合わせればオートエイムで味方の体力、シールドを回復できて無限に使えるから強いわよ。注意点は敵のいるところに撃つと敵が回復することと、バンテージみたいにチャブストが出ることもないわよ。まあもうみんな知ってると思うけどね。修正入っていたらごめんなんだぜ。っていうか悟りとレイムすごいな。息ぴったりなんだぜ。ありがとうさんの無理茶漬け。マリサ蘇生したから次。敵発見。適当に曲解かけてたら残り8人。タップ打ちならまあまあ当たるでー。レイム、右にもう一人いるから気をつけるんだぜ。お、本当だ。マリサナイス情報。お、今回はランス運結構良かった。あと少し、ストームで死んだのぜ。キル入ったし次。マリサにアサルトの弾もらってバウンティしました。敵どこにいるんだぜ。いる。確かになんか銃声マーク出たな。お、確かにいるわね。これで終わりだー。ごめん、最後キルパクみたいになってた。まあ今回は許してやるのぜ。まあキル数は少ないけど取れたクリップの中で一番チャブキャノンが活躍できてたわね。他にもビクロイしたりキルたくさんしたりしていたのはあったんだがな。それより尺がやばいし、さっさと次の試合へ。最後は私がアリーナやっていくわよ。って、待って、すごいグライダーの音すると思ったけどすごいいる。こりゃあ逃げないとまずいんだぜ。なんかガソしただけでめっちゃ武器揃ったな。スラープフィッシュとスラープキノコも出たし、悟り運いいな。ありがとさんのノリ茶漬け。修正したからスコール工場に戻ります。スコール工場。あ、スラーピーのこと。あ、確かに樽の中身炭酸っぽいし、ブルースコールもあったもんね。なるほどなんだぜ。シールド割ったから倒したい。どうしたんだ、そんなところでモジモジして。さっきの敵にショックウェーブで逃げられたんだけど、その敵っぽいのがいるんだよね。さっき見えたからいるのは確実だけど、バレてないか怖いけど行こう。外しまくったけど奇襲成功かな。ショットガンの弾がないから早く終わらせたい。尺もないし。さらっとメタ発言しないでもろて。今度こそ逃げられずにポイントに変換したいな。敵タル壊してないか。く、これはめんどくさい。だがまだ白ダメか。それなら多分いける。ここで決めに行くか。さっさと決めに行っちゃえ。でもここで結構なダメージ食らったな。でもまだ有利だし、スコール工場だから引かずに攻撃するわよ。おっと少し危ない。ナイスキル。次はもう少し安定してキルしたいな。お、キンスカーはチクチクするときめっちゃ強いからありがたい。ラッキー。登ってきてる。これはいい的ですねー。
少し敵がかわいそう。まあさっきまでずっと横からクソエイムでチクチクしてたからそっちの方が邪魔だし怖くてかわいそうな気もするけど、当たってないけど。ここからは尺の都合上、キルやチクチクしているところをキルシューっぽく流します。ということで勝ちましたー。最後埋めたのはうまかったな。で、今まで触れていなかったがアリーナポイントは何ポイントなんだ。それはちょっと。まあまあ、は、5、547。しかもビクロイしたのに。あぐー。あぐー。く、逃げ上がった。こんにちは。今シーズン始まった時からずっとプラショよりメシショの方が好きなレイムと。こんにちは、ヘビスナ早く帰ってきてほしいマリサと。こんにちは、いろいろな特性ある意味も面白いけどね、フランだよ。で、みんな連射できる武器ってどう思う？主にアサルトや LM、SM とかのショットガンの次に必須な武器かな。私も同意見だよ。じゃあここで朗報。猫さん4443、骨折しました。いや朗報じゃなくて飛行だろ。失礼だ。だからバナナなんだね。そしてもう一つ朗報。シーズン7始まった。嬉しいけど編集間に合ってないから飛行だな。そして飛行。今回はちゃんと言えたな。チャンネル登録者28人突破しました。いやそれは朗報。うちの紅白饅頭がすいません。安心してください。後で芝居と組んで。浪費ダビベ部門ベジュじゃそれは。ていうかなんで28の切り悪い数字。30人でいいじゃん。ふう、一回死んだじゃねえか。あ、フランそれには水溜りよりも浅い理由があるのよ。いや浅すぎるだろ。このチャンネルが28チャンネルだから、いや本当に浅いですやん。はいまあ本題に入るとね、めたい話になるのですが、いつもだから大丈夫。悲しい現実。まあ大きな目標が1000人で、最初は28人を目指していたのですが、今回一つ目の目標を達成できたので、まあ皆さんのおかげで結構前に突破してたんですがね。そうです。皆さんありがとうございます。ということで記念にイヤホンガンガン伝言ゲームをしようと思ったのですが、編集が追いつかないので、今回は代わりに、連射武器禁止縛りをやるぞ。お？まあルールはそのまんまで連射武器は使えないだけですね。うん知ってた。前やったのよりは難しいが、今回も簡単だな。前は小石と吸血鬼姉妹だったが、今回は私がプレイして周りがマリサだからいける。ああ私がプレイしていたら成功だったのにな、もったいない。ふっふっふそれはどうかな。あと記念の日ぐらい仲良くしましょうや。そうだな。ぐっへ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 。私のぞいて話すのやめてもらっていいですか。フランいたの。存在をすって忘れてたわ。わらわら。二人とも、速攻死ぬかじわじわ死ぬか暇なしバンジー、どれがいい？どれも嫌です。はい、オーケー。それでいいの？じゃあ私。私の寛大な心を信用してなかったのか。フラン、許してやってくれ。オーケー。あ、ありがとう。霊夢、朗報があるんだぜ。お、何？結構前に私落ちたから。一人で縛り頑張れ。無理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 。でもやるしかないぞ。そうだな。頑張るわ。いやなんかいる？あ、もう少し縛りに触れるんだけど、今ある連射できない武器ですぐ思いつくのは、ポンプ、ポンプ。まあそれは察してたんだけど、今シーズンで追加された武器は、ショック棒、ラグ弓、メシリボ。はぁ、あ、いや一人弓じゃねえ。今シーズンと言ったら弓でしょ。いや私普通のリボルバー無理だけどこっちは結構当たるし気持ちんだよな。火力もまあまああるし、珍しいやつもいるんだな。みんなもコメントで教えてね。そして交戦が始まりました。まあとりあえずチクチクしとけばいいかな。ていうかフレーム棒とスティンク棒にチクチクされるのかわいそう。気の毒なんだぜ。まあ嫌がらせした方が勝ちみたいなもんだから。と言いつつやられたら。まずイライラしたらこうやってビーム貯めるじゃん。
運用この時点でおかしい。お前話して。それ砂だから。敵を花火にして粉砕します。やめろ。あとそういえばその時間がないから切れてんだろうが。まあする側は最高だがな。がはは。うんこいつ性格ねじ曲がってるわ。まあバトロワは変に遠慮したら負けるからそれだけならオケ。とりあえず、時を戻そう。戻すな。あ、ごめん間違えた。実況に戻ろう。今どこをどうしたら間違えるんだよ。知らん。辛辣。まあまあ今度こそ実況に戻ろう。戦闘始まるよ。よし、ちゃんとしたキルないから頑張るぞ。キル少ないから取っておきたいな。うわぁ。現在ガッチかないから燃えるけどまだ使うか。混乱してたくさん使うかもだし。張り替えできるかな。回線雑魚だけど、一気に信頼なくなったわ。ナイスだが被せてくんな。階段やねちくりー。なんか結構敵がいっぱいいるからイモルか。語彙力どうした。あとにとりあえず壊して資材変更。効果音違います。はいすいません。まあ10円で許してやるよ。いや金いるのかよ。でも安っ。具だったのでキカットは釣りしてね。特例もう少し落ち着いてこもっておけばよかったな。熱い熱い早でないと。あれから適当にスティンク棒でチクチクしてました。まあまだチクチクしてるがな。でもそろそろいいぐらいだと思う人するよ。お、ダウンしてる。じゃあ電波ストリかな。チャンスだー。シールドカット。多分モンストリがやってくれるから待つよ。あ、こんにちは。お前を今からロビーに送り返してやるわ。声ひっつぎいけー。やったー。縛り達成だー。ナイス。っていうかこんにちはのところいきなりバナナ出てくるのびっくりするよな。確かに。じゃあ次の試合へ。次はグラップラー棒を使っていくぞー。動物狩られてたから敵絶対いるけど購入。お、敵いんじゃん。よーく狙ってズドン。ナイスショット。でもあの敵別の方向狙ってたよな。じゃあキルをつまんどきますか。どこなのかなー。出ておいでー。今ちらっと見えたね。ここもグラップラー棒で、よーく狙って。あれーなんか止まってるー。トイレ行きたくなっちゃったのかな。それとも殺人鬼が来たのかな。あと怖いわ。ほら、用務心配停止してるじゃん。いやそれはさすがに行き過ぎだわ。てかさっきのところタクショだったらワンチャントリックショット行けたかな。ほい、いい感じに玉れそうです。ナイスタイミング。私はここだー。あ、待ってフラショ苦手なんだって。いやダサすぎだろ。次ふう、車で敵探しますか。え、嘘でしょ。おっとこれは大ピンチ。生き残れるのか。だが私にはこのグラップラー棒がある。これはワンパン可能。まさか。逃げます。いや逃げるんかい。変に期待させないでくれよ。ごめんごめん。それよりラマさんだよ。そういえばラマさんはできるだけかわいそうだから手で開けるようにしてるんだよな。霊夢、車だよ。お、白ダメ。オッケー。ブッシュの中からですいません。ニワトリゲット。え、行った。やばいやばい。おっとまたもやピンチ。これは剣バトになりそうだから上取らないと。おい死んだじゃねえか。てかなんで今芝居た。なんとなく。いやなんとなくで芝くな。そして霊夢さん、これ大丈夫か。これは今上取ればいいんじゃないか。いけいけ上がれー。オッケー。下にこの敵いたから降りました。激動。ナイス。逃げるなー。いや待ってラグい。やばいって。うはー。逃げつつ激動の敵を追いかけてきました。隙だらけだぜー。ナイスキルー。助けてくれー。どうした。いやー橋のところからずっとカーチェイスしてるんだよね。いやマジかい。とりあえずどっかで巻かないと。そうだな。いやー泳いでも敵さん AM いいからなー。おっと敵だ。なすりつけるか。行った。でももう来てないっぽいな。じゃあ次。あ、どうした。猫さん4443とチビータさんからグループ電話来た。え、撃たれたけどどこだ。あ、いた。弓当てれるのか。止まってるから大丈夫。さすがに当ててよ。オッケー。もう一丁。壁を置いてないと危ないでー。ナイスキルー。ラストの敵は補給物資のところにいました。オラオラー。一体ぐっ、ずっと物資からチクチクしやがって。特大ブーメランが刺さっております。嵐的に出ないといけないけど敵さんうまそうだね。うわーやばいぞ。二度タクだし危ないなー。とりあえず頑張ってみるんだぜ。横飛びしようとしてたじゃん。回復もやれるだけしたけど微妙だし。きついねー。いやマジかい。回復回復。私ちょっと入ります。もちろんあの酔えな。ぐう。いやー敵さんうまかったね。まあやれるだけはやっただろうし、もっと頑張って強くなろうな。まあだいぶ慣れてきたし、フレンドたちにも勝てるようになってきたから、もっと上手くなりたいね。は、あの地味に上手いのやめてもらっていいですか。メテオとかいつも決まらないんだけどノリでやったらいけた。いやマジかい。
あとこれでもルフレ弱体化されてるってマジ。この差で我慢は辛いなぁ。でもメテオならまさか。いけー。この通りなんですね。霊夢さん、これ、大乱って言うんですよ。ごめんごめん、こっちはまだあんまりできないんだよね。もっと上手くなるように頑張るよ。霊夢さん、これは当てって言うんですよ。はい、すいません。まあ振り返りは、スラップラー棒射程長くなってる気がする。でしたー。それでは、アデュー。こんにちは、スラーピー戻ってこいこいこい霊夢と。こんにちは、前半大人いけどごめんねマリサと。こんにちは、ワンタイムとコネ編だ、フラント。こんにちは、最後チャレンジがそこを突きかけたウプ主と。こんにちは、このチャンネルはチャレンジ大好きヨウムと。こんにちは、スローンを許すなだって、私は大砲よ。ということで音声がマイクで喋っててないです、すみません。なのでスローン博士をサトリが演じます。まあさっき思いっきりアペだったけどな。あとワンタイム中は邪魔なので顔は出さないぜ。だから今のうちに可愛い霊夢ちゃんを見て。はい、黙らせたので始めていくぜ。じゃあ久しぶりのコメント返信をやっていきますよ。パート5より1通目、初見です。アーセナル楽しいですよね、わら。チャンネル登録高評価失礼します。これからも動画投稿頑張ってください。コメント、チャンネル登録、高評価ありがとうございます。アーセナルはたくさんキルできて、しかも武器も変わって飽きないからいいですよね。返信遅れてすみません。動画投稿は遅いですが頑張ります。ありがとうございます。してほしい3つすべてだね。次パート6より同じ方なので2、3通目。そういえばスコールって全国展開されてるのかな。みかん味もあったけど、かなりみかんな感じでしたよ。ノーマルの方が美味しいと思ったのはないしょ。たびたびコメすみません。私の耳ではレミリアと小石の声が聞き分けられません。もっと耳鍛えます。コメントありがとうございます。全然コメントは何回やってくれても嬉しいですよ。正直自分もノーマルの方が好きでした、わら。一番好きなジュースがスコールです。確かにレミリアと小石は聞き分けにくいですよね。今度から気をつけます。すいません。あとコメントではないですが、大乱闘スマッシュブラザーズの配信で設定をミスっていて音がなかったです、すいません。パート7より4通目。こんにちは。こんにちは、コメントありがとうございます。パート8茶番より5通目。生拳ちゃん、わら。簡単な言葉でも伝わるのは難しいですよね。勇気出して企画参加してくれて嬉しいですよ。むしろ参加してくれて感謝しかないです。ありがとうございました。コメントありがとうございます。生拳ちゃん可愛いですよね。イヤホンガンガン伝言ゲームは絶対難しい。参加させていただきありがとうございます。これからも楽しく拝見させてもらいます。ラスト、珍しく質問、パート4より6通目。誤算アピールしておきます。朝食はパン派かご飯派どっちですか。私はご飯派ですね。コメントありがとうございます。どっち派だろう。朝はタン、タンタタン。他のネタをパクるな。はい、すいません。まあ夜は置いといて、どっちでもいい派ですね。正直言って気分次第。どっちかっていうとご飯の方がいいですね。でもパンの方が確率は多いかもです。お、そろそろ始まるぞ。お、ほんとだ。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。よっしゃー、始まったぞ。じゃあ自分とヨウムは帰ってゆっくり見るね。オケオケまんじゅう。それでは、アデュー。今回のメンバーはフォートナイトの配信の時と同じで、チビータさんとゲンポムさんといるよ。私が 28CH 担当で、私はチビータさん担当で、最後に私がゲンポムさん担当だよ。ここからは顔は出さないので把握よろです。ここはアブダクターと同じなんだね。吸い込まれるまでカット。これ吸い込み力半端ないね。確かに浮島ごと吸い込むのはやばいな。あ、ここもアブダクターと同じなんだ。おーい、みんなと喋れないからマリサとフランは別の場所っぽいな。いや、ここも同じなのかよ。これワンタイムだよな。作るの大変なのはわかるけど、ワンタイムなんだからもっと違う演出欲しかったな。まあ文句は言わないけど、そろそろさすがに変化欲しいな。てかこれもうったりと入れないとかないよね。もしそうだったら喋るの大変なんだけど、とりあえず待機か。武装は支給なし。そこら中に兵士がいる。こっちに気づいているかも。爆弾のある収容室を見つけたわ。警備が通り過ぎたら脱出の誘導をするわ。へえ、警備か。でもここからどうやって出るんだろう。少し警備に会ってみたい気持ちがある。え、パッパッと前のガラスが変。ここ殺されないよね。さあ行って、もう時間がないわ。なるほど、スローン博士がハッキングしたのか。いや
なんで UFO のセキュリティ高そうなのをすぐに解除できるんだよ。天才ハッカーじゃん。警備に見つからない道を探すわ。警備と会ってみたいので見つかる道でも OK。 エイリアンたちはなぜ爆弾に気づかないのかな。もう見つかって処理してるとかないよね。ま、とりあえず野良の味方さん、一緒に頑張って脱出しましょう。お互いにカバーして、見つかったら、おしまい。これカバーすることあるの？今のところなさそうだけど。てか本当になんでエイリアンは脱走していることに気づかないの？変なバックパックも背負ってるし。行ったみたいね。ちょっと待って。これ移動するだけで半分終わったりしないよね。また発掘してるし。スローン博士じゃなくてスローンハッカーって呼びたい。早く。早く。あなたのハックはとてつもなく早いです。よし、行くわよ。なんか違う場所になったな。え、UFO。見つかってしまったら、急いで橋を渡って。今どう考えても見つかるだろ。お、そのキレがいいツッコミはマリサ。おー、霊夢。喋ることは持ったか。見つかったわ、足を止めないで。いやー、正直言うとめっちゃ焦ってた。だと思った。これはざと足止めるね。OK。まあここからは二人だから霊夢も多分大変じゃないだろうし、編集しているウプ主も発狂&大パンしなくて済む。いやそれだけで発狂&大パンはさすがにウプ主でもしねえよ。あ、そういえばフランは多分いないと思うが。前方に敵よ、気をつけて。え、待って、普通に撃たれてるじゃん。やっぱりキンポンとオーシャンのミシックバーストとチャブキャノンとプラーぐらいはくれよ。いやそれお前が玄関強最強だと思う武器構成じゃねえか。図星かよ。閉じ込め成功よ。少し考える時間をちょうだい。前方に輸送艦があるわ。使えるかも。てか発掘して守られてるわ。クローンハッカーは有能。もうハッカーになっているのである。あれはどう考えてもハッカー。うわ、もう開いちゃうよ。嬉しいんだけど嬉しくない。あった、あの輸送艦なら警備をかいくぐれるわ。何この警備にかいくぐるためにあるような輸送艦は。まあそこは突っ込んでやるな。なんかこれシーズン9を思い出すな。確かにな。生物用ではないけれど、問題ないことを祈りましょう。いや、生物用じゃないのかよ。じゃあここに輸送艦があっても違和感ないか。普通最初に言っとく気がするけどな。まあいいや。他思ったよりも長い。のでカット。安全なようだわ。今はね。油断しないで。まあ朝早いから油断を勝手にしてると思うけど。前方にまた輸送艦があるはずよ。またかいな。エアフローを逆転させないとダメね。少し待って。いや本当に天才ハッカーすぎるだろ。なんで輸送艦逆にできるんだよ。いや本当に天才ハッカーすぎるよね。ほら見たのかよ。てか私ツッコミしかできてないんだが。なあ、さっきヘンチマンがエイリアンパラサイトだらけのところに閉じ込められてたぞ。気持ち悪いからもう出さないけど、気になる人は巻き戻しで。金ピーリーと金の S あるじゃん。まあさすがにマイダスはエイリアン側じゃないと思うけど。よし、少し待ってて。言われなくても、さすがのスローンハッカーでも少し遅いな。いやもう感覚バグっちゃってるじゃん。ここをこうして、そしてこれを。よし、完了。缶に入って。やっぱり早い。さっきと同じなのでカット。ウプ主 BGM で遊ぶな。ああ、よかった。爆弾はあるわね。エイリアンはあれが爆弾に見えてないのかもね。てか、脱走してるの気づいてるなら怪しまないか。ですよねー。てかここなんで水なんだろう。多分下から何か出てくるんでしょ。今のままじゃ物足りないしって。紫になるんだが。もう読めたな。正直言うとここは読めてた。まさかの復活か。てか今思ったけどこれ UFO の中か。平べったいと思ってたけど結構厚みあるんだな。まあ UFO だから最新技術とかで内部だけ大きくなっているのかもだけど。こちらの準備を進めるわ。バックパックを爆弾から遠ざけないように。よし、武装シーケンスを開始するわ。これもシェアバックパック経由してハッキングしてるのか。そうかもな。今もバックパックが動いてるし。待って、何事なの。は、待ってくらい。動画的にヤババい。動画の心配かよ。信号が遮断されたわ。なんとかする。生き延びて。うおお、こういう感じか。てかなんとかできるんだ。果たして中から出てくるのは。こんなのありえない。もう二度と現れないはずだったのに。前のやつで島は破滅しかけたのよ。そう、出てきたのはキューブだ。
うはぁ、これは熱い、熱すぎる。フォートナイトのストーリーといえばキューブだよな。まだまだしすぎる。テンション上がるね。でもなんでエイリアンがキューブを。もしやエイリアンの国からキューブはやってきたのか。これは考察動画がいつも以上に面白いでしょ。これは楽しみすぎる。よし、今すぐ全力で対処しなくちゃ。このキューブカンカンに怒ってるな。すごい攻撃してくるもんね。バックパックを武装化しないと。もう一発来る？待って、人何人か死んだよな。運悪かったら見れないとかないよね。演出であってくれ。身構えるのよ。お、キューブが機能停止したっぽいぞ。これで計画の続きができる。いやー、白黒のキューブも新鮮でいいねー。窓まで退避よ。爆弾を起動しないと。今すぐよ。バックパックがまた変わった。頼む、今度こそ行ってくれ。武装シーケンスは良好。あと約半分。いけいけー。あと少し。これは行くだろ。てか行ってくれ。よし、成功よ。もうあと3分いるんかい。もどかしすぎる。そちらは終わりね。今度はこちらの番。そちらは終わり。これは到底武力では叶わない戦争よ。それってどういう。あなたらは帰還させない。その代物をまた島に戻らせるわけにはいかないの。更新終了。通信を切られた。うっせられた。私たちはただの駒だったのか。じゃあ突っ走りますか。ごめん、それは旧取調室の最終回。今ドラマの話するのうちらだけだろうね。いや、お前から始めたからな。一番好きなドラマ突っ立ってるだけなのでカット。なんか再起動できるんだけど。このキューブで脱出するのか。とりあえず再起動完了。このキューブでスラーピー戻らないかな。今は脱出再入線だろ。戻ったらいいけど。まず水色のキューブがあることに驚きを隠せない。確かに。てか、なんか柱とかまで水色じゃない。ほんとだ、これ動いちゃって出れない。って言ってたら動きましたね。動きましたね。動きましたね。これ爆弾どうなるんだろう。まさかの起爆せず。さすがに起爆はするでしょ。だよな。これからが全く読めぬ。ちなみに時間かかるので倍速して回す。これでやっと出れる。地上だー。って、まだ UFO の中じゃねえか。圧にありすぎだろ。なんだこのまがまがしすぎる洞窟みたいな空間は。エイリアンって案外見た目演出するタイプ。暗すぎて遠くが見えねえ。これどうすんだよ。さっきよりヤバそうな空間だしな。うお、アブダクターだ。しかし素通りしていく。これ進展が見えねえ。本当にどうすんだよこれ。あ、コメント返信もっかいやって尺稼ぐか。いや、そっちかよ。無理やりすぎるわ。いやー、このワンタイム複雑すぎる。え、キューブもう1個あるのかよ。いや、1個なんかじゃねえ。ありすぎだろ。これはエイリアン思ったよりヤバい。そしてアレキンのキューブだろ。キューブ4種類もあるのかよ。あ、爆弾か。うっほ、忘れてた。右に同じく。いや、見えてないけど、お前今私の左にいるじゃねえか。すまん。うわ、これ下で爆発してるね。これこの世の終わりみたいになってるじゃん。相変わらずキューブはありすぎだし。このワンタイムとてつもなくヤバいな。振動がヤバい。うわぁ。ヤバいヤバいヤバい。これはこのマップもめちゃくちゃだ。キューブや破片か。これどうなっちゃうんだよー。どうなっちゃうんだよー。どうなっちゃうんだよー。いや、なにその鶏。いや、ちょ、ま、お手柔らかに。あ、すーい。いや、痛いだろそこ。いや、もう何もかもめちゃくちゃだよ。え、で、シーズン8だよ。ということでシーズン8。
な。嘘。危ない。お、ゾンビだ。うわぁ、やばすぎる。これ戦えるのか。セブン。当然我々はこうして戻ってきた。スローンハッカー、今ボケるな。お前たちのちっぽけな現実を救ったと思ったか。我々のお膳立てだとも知らずに。残っている戦士とやらをかき集めるがいい。せいぜい抗うことだ。しかし我々が到来すれば思い知る。残されるのは無のみだ。スローン、裏切ったのか。スローンを許さない。こんにちは、大群ラッシュ大好きマリサと。こんにちは、久々で戻ってくると思ってなかったフラント。こんにちは、デビルハンター系好きな霊夢だよ。ということで今回はハロウィン限定の大群ラッシュをやっていくぜ。今回は私が画面主で、私がチビータさん担当だよ。まあ今回は大群ラッシュをやっていくんですけど、注目されている武器は何かわかるかな。カマでしょ。そりゃあカマだぜ。確かにカマはゾンビを瞬殺できたまも使わない。だが別のケア君には効果が薄い。でも関門はケア君だ。本当に注目されるべき武器は逆にあるのでは。霊夢さん。うん、なんだねマリサ君。もう出てますよ。じゃあ今回はこれを使っていくぞ。無理やり繋げすぎ。ちなみにケア君の前で悠長にリロードしたらこうなるよ。マジで強すぎる。これは大パンツかし。他にもビームはまあ大丈夫と思ってないですか。うわあ。このように全ての攻撃強いよ。標準でいいな。ちなみにあの後普通に勝てました。いやなんでだよ。まあそんなこんなで。デビハンゲットだ。いや今までの関係なくない。てかマリサがボケ言ってるし。マジ、画面主はボケなきゃいけないんで。いやいやそんなルールはないけどね。まあ、とりあえず、これで、暴れました。了解。ほんまってそのためだけにパスサムネにあったの。あれ私のセリフカットされたような。おっと、デビハン2個目だ。私も持ってるんだけど。今回運いいな。ということでラウンドに始まったぞ。デビハンは遠距離の処理は普通に強いし、近距離も普通に使えるからやっぱり一番強い気がするな。まあ全ても角が強いんだけどね。私が一番強いと思うのは、デビハン、ミシックミニガン、サイサイ、ジャグッグかキャベツ、グライダーとかかな。え、待って、それよりカマのことサイサイって呼ぶのがびっくりしたんだけど。いや、サイドウェイズ AR をドサライって呼ぶよりはマシだろ。あとキャグッグかグライダーをロケランやグレラン、ブーム棒にしてもいいね。よし、アサシン倒し終わった。デビハンはアサシンにダメージ倍にならないのが痛いんだよな。もちろんカマも危ないしね。そこでこのバランスがいいミニガンなんだよな。別にサイドウェイズ AR や通常 AR でもいいんだけど、デビハンと弾被るから結果なんだよな。マジですぐ弾なくなるからね。となるとマリサとフランが言ったのが最強だと思うな。あ、そういえば今更だが大群ラッシュの説明を軽くするぞ。まず、なんかさっき取ったけど赤い宝石みたいなのを取ると得られるポイントが倍になるから余裕があってポイント稼ぎたい人は取った方がいいよ。
まあ連続 KO しないと消えちゃうけどな。まあ倒したゾンビとかでもらえるポイントも変わってくるけど、ここは全て倒したらいいかな。あとゾンビを倒すとシールドが少しつくよ。まあこれは通常でもだな。あとこれが一番重要と言っても過言ではなくて、シンプルなんだけど、ゾンビやアサシンが強い武器を落とすから最初は AR とミニガンと回復、グライダー、すぐに捨てるショットガンかできればグレネードぐらい集めれれば上出来だよ。むしろこれで運がいいぐらいだよね。デリハンとカマは大体アサシンが落とすよ。たまにゾンビからも落ちるかも。あともう一つ重要でこれまたシンプルなのは、ラウンドが1から3あって、それぞれ1、2ラウンドには移動の時間もあるよ。まあこんなもんかな。あとは弾かぶらないようにと、最初ら辺のゾンビが少ない時は、小さいやつはツルハシで倒した方が弾の節約にもなるしワンパンということぐらいかな。てかさらっとデイリー終わらせてたな。何かでダメージを与える系のやつはできるっぽい。これで説明は終わり。長ったらしかったですが申し訳ございません。ということで、ラウンドに終わったぞ。じゃあさっさと準備整えるか。移動始まったよ。ラウンド2ぐらいから出るけど爆発するゾンビにも強いからデビハンは安心安全だよな。確かにね。さて、喋ることなくなってきたから雑談しますか。でもコメント返信したら職は稼げれるんじゃ。いや後半のために残しとかないと後半喋ることがガガ。そうしてやる時間がなくなって溜まっていくと、ここまでがテンプラ。テンプレな。日本語は難しい。そこ関係なくね。いや字幕重なりすぎてよくわかんねえよ。なるほどね。もお前も突っ込んでたのにボケるな。さっさと雑談入るぞ。はい。はい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 、皆さんとてもこんにちは。うぷ主の28です。日本語がとてもお上手ですね。このネタをパクるな。はいすみません。でコメント返信もしないのになんで来たんだよ。それは雑談でどうしても話したいことがあったから。思ったより普通だった。これが君の雑談入るパターンや。とその前に着席にご出演へ。編集下手すぎだろ。はいすいません。いやなんで霊夢も謝ってるんだよ。くらね。あーはいはいそうですか。森沢ツッコミコースすな。ケア組んでたぞー。じゃあ突然だけど雑談戻りますか。で、うぷ主は何が話したかったの。ねえ、このチャンネルの登録者数が63人になったことと、茶番の動画がだいたい900回視聴になったことと、総視聴回数がだいたい3200回になったことですね。やばいこいつびっくりしすぎて真顔ですごいこと言ってる。でも本当にありがとうございます。でもそれと同時に茶番作らなきゃというプレッシャーがすごい。作ればいいじゃん。いや私にはそのような編集技術はございません。じゃあチャンネル登録解除しとくぜ。それだけはどうかおやめください。頑張るので。視聴激しすぎて気持ち悪い。すみませんでした。ていうか900回って初動画と150ぐらい差があるんじゃ。あの圧倒的なクオリティのなさと再生回数を誇っていた初動画にそんな差が出たのか。嬉しいのですが、もちろんやみずきさんの動画からもたくさん来てくださっているんですけど、なぜかその方とよくコラボしている方の動画の関連動画から来てくださっている人が多いんですので、関連動画が出ているんでしょうか。確かにいろいろ不思議な点だらけだが長いわ。はい知りません。今日うつ主謝ってばっかじゃん。ごめんごめん興奮しちゃって。おったんですか。いや薬使ってねえよ。そんな足早くないし。だんだん声小さくなるのやめれ。足の速さは勝手に自分で言ってんだよな。いやでもチャンネル登録者数本当にすごいよね。いやー本当にありがたい。チャンネル登録者数1000人という目標は一番大きい目標で、今年は28人いければいいなと思ってたんだけど思ったより伸びてね。本当にありがとうございます。よし、もう少しでケア君倒せるよ。もうこのデュアルデビルハンターがあれば小平たぐらいで倒せるよ。なるべく雑魚処理で回復してたけど、もうチャブスプも使っちゃおう。使ったぞ。オーケー、じゃあそろそろ一旦戻るわ。これで終わりだー。おー勝ったぞー。ナイス。得点は私が147,940で、私が144,980だね。じゃあパッパラパーと次の試合へ。はい、ということで今度は私一人でやっていくぞ。次は知ってる人も多いと思うけど、一人でも簡単に勝てるやり方、天空をやるよ。ここでおすすめなのは、今私が降りている中心の宝箱が2個あるところに降りて、ミニガンと AR、チャグスプとグライダーを手に入れたら速攻資材を集める感じだな。ここでチャグスプは最悪なくてもいいし、ゾンビも落とすから資材先に集めてもいいね。尺の都合上バッサリカット。やっぱりカマは雑魚処理にいいな。お、デリハン落ちた。終わったら取るか。
カマはケア君に何にもできないけど、人枠無駄にならないし、注目されてるからすごすぎるな。でもやっぱりデビハンだよな。リロードの遅さも気にならないし。よし、そろそろ終わるからデビハン取りに行こう。カマ通常の対戦だったら弱いって言われてるけど、移動だけは満点だよね。ほんとそれ、もし落下バネなしになってたら使用率高そう。はい、無事デビハンゲットしたところでボス戦へ。よし、もう少しで終わるから天空始めるぞー。じゃあここいらでコメント返信といきますか。はい、再び登場ウプ主と。こんにちは、コンビニの餃子が好きなヨウムです。はい、早速1、2通目。千本桜のキルシュートパート9からですね。お疲れ様です。アップ頻度上がりましたね。千本桜合うねー。こんばんは。投稿のペース少し早くなりました。コメントありがとうございます。投稿ペースはキルシューなどの編集がどっちかっていうと楽な動画や、ワンタイムなどの急いで上げないといけない動画を早くアップしているだけで、速度は変えてません。ワンタイム手抜きだったのは秘密。頑張って月1ぐらいで上げるつもりです。3分目。茶番の動画だな。なんかバズってますね。すごい。コメントありがとうございます。バズってるというか、なんか急に伸び始めましたね。自分もなんか心配になってます。これからもよろしくお願いします。4分目。面白かったのでチャンネル登録しました。これからも頑張ってください。チャンネル登録、コメント、ありがとうございます。モチベ上がります。面白いかはわかりませんが、ぜひ他の動画もよろしくお願いします。ラスト、5通目。一番最初の伝言ゲーム最高に面白かった。こういうのがあればもっと見たいです。伝言ゲーム最高に面白かった。そんなお言葉もらえると思っていませんでした。まだまだですが、いいネタが思いついてゲームの方が大丈夫そうだったら頑張って出すので、それまでゲーム実況を見て待っていただけると助かります。これでコメント返信は終わり。これからもコメントよろしくお願いします。いやー、天空って暗記外からやってもたまに壊されるんだけど、一瞬の建物って確か崩せないから足滑らせない限り大丈夫かな。そうだね。ということで勝ちましたー。あんなに気持ちよくケア君にダメ与えれるのはこのデュアルデビルハンターだけだね。みんなもぜひ使ってみてね。あともし大群ラッシュをやったことがない人はぜひ面白いしストレス発散になるのでやってみてね。最後にこの動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメント、アドバイスをよろしくお願いします。それではふう、初画面主は緊張したな。でしょでしょ。でもいつも通りのマリサだったぞ。こんにちは、私清掃員になるわ、霊夢と。こんにちは、清掃員ってなんだよマリサと。こんにちは、レールガンが入手しやすくなっていることにイライラしてるフランと。こんにちは、サブちゃん作ったのでそちらもぜひぜひ悟りです。はい、今回は挨拶でも言ったように清掃員になります。いやお前ってどっちかっていうとしてる方だろ。でもそうじゃねえよ。じゃあ後ろの VTR はどう説明するんですか。お前が撮影したんだろうが。うーん、バレたか。まあ清掃員とはね、敵を排除していくんですよ。なるほど、要するにただのキルムーブと。いつも通りじゃねえか。まあキルムーブなら急いでキルするよ。とりあえずフランが死んだのでリブカを拾いに来ました。行った？室内は戦闘しにくいぞ。わかってるわかってる。外に出たから戦闘ゲー。ナイスシールドカット。普通にこの敵うまそうだな。こっちの戦闘終わったから援護行くわ。やばいやばい。アップね。ピストルじゃなくてアサルトだと思ってたでしょ。うん、まあこれからは気をつけろよ。わかってるわかってる。敵発見。うわ、その距離 SM は無理があるでしょ。いや、あなたがアサルト奪ったからなんだが。はい、すいません。突っちゃえば。絶賛単独行動中でして。もうそろそろ挨拶だから一緒に突るよ。オッケーオッケー、まんじゅう。よし、じゃあ行くよ。クラクション鳴らしてるし、二人が車で突ってるからは相手さんビビってるだろうね。いや、これはビビってるだろうな。やって裏取ったけど、タイミングがガガ。なんとか82カット。もう一発82カットで激ローだよ。あとは任せて。今普通に外したような。マイペンライ。ナイスやり。ごめん、こっちもいる。
じゃあフランの方は私が回収しとくから、サトリとレイムはパッパラパーと敵片付けちゃってくれ。任せろ。そこいるわよ。弾ないからとかしたい。オッケー。アサルト持っててくれ。確殺だ。アサルトは多分こっちあるから最悪大丈夫。回線切っちゃったか。お、紫のゾンビライフルあるぞ。これはありがたい。敵発見。あれからゾンビ狩りまくってなんとか嵐から逃れられました。よし、少し距離取れたから戦うよ。この切り身にくすぎでしょ。前よりはマシな気がする。ワンダウン取ったよ。これは詰めるしかねえ。燃えてるから気をつけて戦わないと。とりあえず起こされるのも面倒だから確殺入れとくわ。ナイスー。おお、思ったより燃えてるな。少し離れてると思うのでカット。いたぞ、左に出てたな。ちゃっちゃとやるよ。あれ、一人しか見当たらない。じゃあ数の暴力でやっちゃいますか。撃てない。なんとか降りたらとかしたいよな。く、外した。車で逃げたか。パンクさせてやる。オッケー、パンク完了。ナイスすぎる。おうぞ。多分右に来ると思う。オッケー、ビンゴ。味方と合流したか。いや、撃たれてるから別っぽい。撃ってた方ワンダウン。ナイスー。ていうかさ、ドサライ普通に強くない？なんか弱いとかなんも言うことないとか聞くけど。ん、待って、ドサライってない。うお、マジか。どうした？スポーツカーで疲れた。いや、マジかい。確殺はさせねえ。待って、その妨害はナイスすぎる。オッケー、私も援護行くわ。じゃあ私は多分敵さん蘇生してるからそっちは仕掛けとくね。フラン判断ナイス。そしてマリサワンダウンナイス。あと一人は任せて。念には念をということで一応援護行くな。ナイスダウン。レイム、今から起こすからな。連携取れすぎ、ナイス。はい、塀上の敵に対空されたけどアンチ内には入れました。マリサ、そこシールドカット。マジか。ナイスすぎる。あ、ほんでフラン、ドサライって何？あ、ゾンビとサイドウェイズかけて略した。なるほど、わからん。話終わったならマリサやられたから頑張るよ。おい、ほんとすまぬ。任せろハン、ステルシーでリブートできないかな。できればいいけど無理はしちゃダメね。出番なかったのでカット。アップね、足音で気づけたから下がれた。お、敵さんジャンパーいたよ。これでなんとかリブートできないかな。まあ行ってみなさい。助かる。撃たれるの怖いから右から。いやぁ、嵐なんダメだろう。なんてこダメなんだよ。く、怖がらず正面から登ればよかった。まあ今リブートされても何にもできないし、気持ちだけでも嬉しいぞ。ま、マリサの姉坊。どうなんだよそれ。まあ集中してビクロイ取ってくれ。とりあえずドサライでシールドカット。ナイスドサライ。私もドサライしてるから。張り替えできるかな？失敗。ごめん。もう一度張り替えだ。お、ホワイトさん焦ったね。低い HP の SM とかのゴリ押しはただの的だもんね。うわ、ごめんやられた。オーケーオーケー。おい、サトリ、もうレイムは倒し終わってるぞ。あ、ごめんごめん。そうだ、サトリの方が HP 少ないから無敵優先で渡しとくわ。サトリ自爆した。泣く時間ないからいいわ。ナイスやり。あとはこいつだけか。チームでカット。これで、終わりだー。ナイスやり。今回は私とサトリが、6キルで。私が1キルで。私が2キルだな。合計15キル、いいね。じゃあこのまま次の試合へ。はい、2試合目は尺の都合上いいところをキルシューっぽく流します。2つ目ですがご理解お願いします。それではスタート。とてもめっちゃです。あらやだ、日本語がとても上手なようで。あのありがたいですが、このリブートは無謀では。アイバイ大丈夫なようですね。いや、なんでだよ。てかよくリブカ取れたわね。あー、これはね、コウノトリが運んできたんだよ。なわけあるか。これ UFO の上いるな。とりあえず体力回復探します。包帯で回復しました。待って、リブートされたよね。お、これはチャンスじゃない。ぶっとけば当たるっしょ。ああ、案外無敵時間長いな。でもこれはさすがに。オッケー、
ナイスやり？もう一人はいたよな。びっくりした。やったよ。ナイス。うわ、ごめん。蘇生は厳しそうかな。まあ頑張ってくれ。敵討ちでもしに行きますか。多分霊夢の目の前あたりにいたよ。わかってるわかってる。あれ、ベノム持ってなかった。ああ、金ビーム出たばっかりの録画でねー。いや金ビームってなんだよ。お金お金お金。やばいお金大好きマンがいた。いや大体お金好きだろ。まあそれは知らんけど知らん。金ビームってなんだ。確かカーネージのジオビームとかいう名前だったから。おいおい一つの動画で意味不明な名前2個も出てるぞ。っていうかさらっと紅白まんじゅう神でね。あのね、本当に金ビーム出たばっかりで存在すら知らなかったからいつもと同様に突っ込んでる。そして悪夢の金ビームはもう消されているのである。やっぱ大体月1で上げてるやつはついていけねえ。でも絶対かは半信半疑で来ると思ってたけどまさか消えるとは思ってなかったよね。そして実況できてないのですぐさま戻りたいと思います。そしてクソザコレイムさん今の気持ちを一言。これがクソザコの5位以下のまんじゅうじゃ。いやそこまで言ってねえわ。そして、超フィンシー。なんか私は復活できたが。回復はみんな心もとなく。相手は金ビームを持っている。これは、絶望的。これは数の暴力で握りつぶすしかねえ。みんな敵下ろすぞ。イエスボス。みんなやばすぎて不安すぎるわ。だが、アヌメ敵に勝てる。いや、それいいな。メタすぎるんですけど。あ、ごめんごめん。はい、勝った。逆やばいからキル数とか言わずに次。まあまあ高かったけどね。ということで次の試合です。霊夢のところ多分敵いるから気をつけてね。オーケー。お、初手口めっちゃいいしセツコで壊そうとしてるじゃん。霊夢、いけるか。これはうまじ。脅しといてね。当たり前だのクラッカー。うお、びっくりした。ちょっとヤバいかもだから援護お願い。じゃあ私の方が近いし私が行くな。それよりヤバい人いるんですけど。助けてー。ちょも、今それどころじゃねー。すまんがまだ時間かかるぞ。うおー、カウンターしない敵であってくれ。外してくれたから助かったな。これで味方ってたらほぼ終わりだな。多分大丈夫っぽいかな。戦闘あったけど出番なかったからカット。その番待ちは聞いてない。私もそれでやられたんだよな。言っとけばよかった。すまん。まあやれてるからいいでしょ。蘇生して次。尺的に出番なかったりあまり貢献できなかったりした戦闘はじゃんじゃんカットしていきます。今日はまあまあランス運いいかもしれない。お前いつもレキクルの真ん中にあるのに当たらんもんな。あれは正直ヤバすぎるからラグも少しはあるかもね。に、参加で戦ってたので来ました。おっしゃ、これ取れたのはでかい。まあ適当に当たると打っただけだけどな。そうだ、た。いやなんでフランまで。気分、オーケーパーク。すべてを解決する気分すげー。そしてやられたから助けてー。蘇生して激浪にされただけなのでカットしました。私あっち行くねー。じゃあそこは任せて私たちは別行くわよ。任せろはん。なにぼ？これはアマングアスだぞ。あ、ごめんごめんナイスだ。いやどういう間違いだよ。ごめんごめん、パッパラパーと倒しちゃって。霊夢だから普通に負けそう。いやこの BGM がかかってるので勝ち確ですわ。なおこの BGM は初めて使う模様。いや初めて使ってても裏で聞きながらやったりしてるぞ。足音は聞こえない。勝率はやる気は上がる、だが。勝率は下がる。ダメじゃないか。まあ今回は裏で聞いてないから、裏とかいう時点でもうめたいんだよな。確かに。まあこのチャンネルでは珍しい剣箱なんだからちょっとぐらい持っても。箱がちょっとなんだか。まあとりあえず終わらせるよ。オッケー。ナイス。次。あれから二人で狙撃して人に倒して、裏の会話で勝ち勝つとか言ってフラグ立て始めたら、フランが落ちました。すまねー。とりあえずポンプと資材をもらって。ロケランは？いりません。そうだこいつロケラン嫌いだった。地の大きさやフォントから溢れ出す殺意。でその後は剣場としてたら悟りが死んで。これ蘇生いけるか。相手がミスって死にました。無事蘇生はできました。でも敵が全然いないっていうね。緊張がやばい。行って？あ、山上か。
全然見えなかった。上取られてるけどさすがに勝てるでしょ。でなぜかこのタイミングで一つだけコメント返していきます。いや本当になんでこのタイミング。こんにちは。まあいつものうつ主です。あのヨーグルトを毎日飲んでるヨウムです。ということで100枚まで読みます。遅くなった。前に言ってたカタカナです。覚えてるかな。あげるの遅すぎるから全然遅くないですよ。あげる速さはともかく覚えてますよ。アペの配信でたくさんコメントしてくださいましたよね。でも謝罪しなければならないことがあってですね。配信でオフタン確率とどっち解放したらいいか聞いて、結局欲望に負けてバルキリーを解放してしまいました。すいません。いつもたくさん応援ありがとうございます。じゃあラストいっちゃうよ。これで、3連ディクロイダー。今回は私とサトリが、10キルで、私が1キルで、私が11キルだよ。合計でなんと、32キルディクロイダー。このチャンネルにしてはすごいよ。まあこのチャンネルにしてはなのが悲しいところだけど、まあここは素直に喜びましょう。じゃあ今回は終わり。この動画を見て自分も3連ディクロイしたいと思った人はチャンネル登録、高評価、コメント、アドバイス、通知オンタブ赤の方もチャンネル登録、高評価、コメント、アドバイス、通知オンをお願いします。頑張りすぎだろ。あと尺がガガ。まあ思わなかった人もよろしくね。それではあげる。え待ってヨウムとウプ主いたの。いやいましたよ。ふわーやっとマリカの腕が戻ってきた。まあ元から下手なのやー。マリサったら全く、何をせっかくマリカしてるのに、大人の撮影、やろうか。いやだー、マリサー、もう撮影したくないー。大人の撮影、やろうか。大人の撮影、やろうが。はいはい、そのボケ言えるならできるよう頑張れ、霊夢。ちなみにミーのスキン、名前、カートすべてパクリなのは知っているからな。1位取れたから大満足。なんだこいつ。はいどうも基本的人権の尊重霊夢です。尊重な。いやいや待て。終わるな。はいすいません霊夢です。大人やる気なさすぎだろマリサです。さっきまでユナイトやってたサトリです。はいというわけで今回はこいつらが帰ってきたので排除していきたいと思います。結構前他排除方法ねえだろ。いや私が使えば弱いから撮影中に何回も死んで一緒に切れるのだよ。かっこ撮影もできる。排除方法あったわ。まあ排除とちょっと違う気もするけど反対してほしい自分がいる。今回はライトセーバーをこの試合で使って。 MK7 アサルトライフルは2試合目で使います。はいまあ敵が全然いなくて安全に漁れました。動画的にて聞いた方がいいけど武器もまあまあいいですね。ライトセーバーないけど2人でゴニョゴニョ言ってないで敵いるからさっさと倒すわよ。今回ソロだから私戦わないけど。お前もゴニョゴニョ言ってるじゃねえか。いや待ってこれ敵どこだよ。室内戦マジ無理終わった。まあガンマチも普通にあるからねー。いや待っている。いる。アテンナまだ食らってねー。はいラマーズホー必要ねー。まあとりあえずだいぶ与えたから収まるでしょ。収まってないらしいですね。なんでやねん。敵最近呼吸。なんで敵にはちゃんと言ってんだ。はい、左遷。ねえいつもゴロゴロ転がってるイメージなんだけどな。いや待って敵。はいこのバカバスでトラックごと吹っ飛ばしてやるわ。あ降りた。まあ降りたは降りたで交通を言いました。おへー降りたって誰やねん。どう本当に吹っ飛ばせるぞ。降りた畜生。まあここで決着をつけるまでよ。乗りました。ね、めんどくせえ。はい敵降りたけどもう乗られて逃げられたらめんどいから壊しときます。あとは MMG で壊したら OK ね。個人的にライトセーバーに一番強く出れると思うからおすすめです。おいよくしてるぞ。このタイミングの曲はいいのか悪いのか。まあマシであることは確かね。 LMG でライトセーバーは貫通できてるからガンガン行った方がいいな。弾数あって連射力、威力、精度どれをとってもバランスいいからね。あとで言うたピトやね。なんで相手逃げ腰なんだ。シールドもあったのにね。ライトセーバーも通る。やりたいけどごめん。いやなんで歌にのんきに宝箱開けてるんだ。まあさっさとやればいいわね。手加減なしで。なんだ今のゴミクソプレイ。あれはエイム悪すぎるわ。おーすごいよ。そんな感じかみたいなセリフ吐かれましても。まあそろそろいじるの
のやめてあげましょ。はい、お願いします。それもそうだな。はい、もう一人あって、あとはいつでひとまず終わりかな。はい、バンバンと。こんなひどいな、おい。あれ、あそこライトセーバーないか。ほんとだ、ありそう。撮ってる時に撃たれて死んだらこの動画ボツになるので、ミニポ飲んで安全に行きます。ちょっと今がびっすぎて精神的にやばい。なのでチャンネル登録、高評価お願いします。うん、下水。下水でしょ。レイムさん、自分のことを下水と言った感想は。はめられたわ。はい、いきなり真面目になると、やっと動画のメインが回収できました。何試合かやってたらわかるんだけど、ライトセーバー、弱いです。まあ、ライトセーバー自体が弱いというか、周りが強すぎて歯が立たない感じかな。うん、確かにこいつらが完全にやってる。まあ、さっきの敵どっか行ったから他行きますか。どっか発見。さっき撃ったのでお互い気づいています。お、これはライトセーバー対決か。まあ、そんな考えも虚しく。容赦ねえ。アテックガード壊れた後すぐ守るのめっちゃ強感。まあ、こんな感じでちょっと距離離れたところから連射系で撃ったらすぐ壊れるので、とにかく距離取ることを意識した方がいいわよ。敵いたねー。だいぶ逃げ回られたけど追いつけたな。ほんとめんどかったけど、キルできたら脳の粒あんが爆発して、もっとキルしたくなります。お前のあんこ粒あんかよ、私腰あんだわ。あそこ、まあ私は白あんですけどね。はい、ちょっとライトセーバーの強い使い方できそうだから見てて。これはなしギルブチャー。お前は船橋のなしじゃねえよ。まあこんな感じで張り替えようとしてくるときに編集したり、そのまま建築ごとぶった切るのが強いわよ。頭悪そう。これ対処できる人はかなり冷静。逆にめっちゃ冷静な人は多分対応できるけどね。お、いいねー。いや、バリバリ撃たれてますけど。ライトセーバーのいい使い方でしょ。そうそう、こういう移動するときに撃たれたときに便利なんだよねー。まあこの撮影やってなかったら詰めてるけど。耐久中。山上取ってとにかくダメ与えて嫌がらせしてたら撃たれました。撃たれるわ。まさかの瀕死。はい、ずっと撃ってたら残り3人になー。これは心臓に悪い。いや、マジで私ムンクの叫びみたいな表情になってるわ。声が独特。まあヘビ砂だからいいや。なんでや。なんでや。ハイライトセーバーは前みたいにすごい強い感じではないけど、弱くもないから1枠潰しても使は好みかな。ちなみに好きな色は紫。なんねえよ。はい、次は MK 使っていくぞ。そして効果場所はシフティーシャットー。ここはチャプター1のシーズン5ぐらいからずっと好きな街なんだよな。ワンチャンスラーピーより好きかも。なんか落ち着く雰囲気の街なんだよな。いや、バトロアだから落ち着いてたらダメでしょ。ちなみに初心者の時の立ち回りはシフティー漁ってから TT に行って漁夫でした。お前初心者の時からキルムーブかよ。いやー、さすがに無謀でしょ。いや、勝つためというよりハイドするより絶対戦った方がいいから練習がてらやってただけ。みかんか。ねえ、みかん。まあ、大変な名前つけやがったよ。まあ、セブンのみかんで。まあ、有名なコンビニのみかんにしか聞こえねえからみかんでいいわ。結局、そんな名前が好き有名なのね。はい、バット AR で一キル。いや、コンバットはコンを取ってコン朝にしろよ。いや、マジなんでバット AR あるんだよ。いや、単純に MK の投票をする時に撮影したのを使っただけです。返事がないので怒りで震えてきましたら、爆発してください。すいません。今夜朝がメジャーだから安心して。やばい、撃たれたから戦闘行くよ。あやい。相手みかんっぽいわよ。みかん、多いなぁ。もういいぜ、もういいぜ。本当にもういいわよ。はい、クソエイムだったのでさっさと倒して MK 奪います。はい、OK。いやー、ぶっ壊れ武器ですよ。残り25人ですけどね。やべえ、急がないと死んだ。なんか MK を全然使えていないことが理由で急いでくれ。マニサ、一生のお願いがある。おっなんだ。攻撃が激しすぎる。攻撃で大暴れさせてください。いや、もともと強いから敵なしじゃん。やっぱりなんでもないかも。まあ近距離戦が多いからね。だからといってこんなんで一生のお願い使っていいのか。あ、やっぱダメかも。だろうな。でしょうね。まあ一生のお願いで一生のお願い無限にしてって言えば全て解決だよね。この世の真理、気づいちゃったね。気づいてません。やばい、回復してたら床屋根取られた。ああ、またボツか。今回ガッツも撮影時間かかりすぎでしょ。私も頑張っていいんだけどな。じゃあ次の試合こそディクロイ取ろうな。うん、勝ってない。いや、あの状況から、勝ってたわ。いや、画面見てたら勝ってたの分かってるだろ。もし見てなかったんならそれこそなんで勝ってるんだよ。敵発見。じゃあ、やるのを忘れていたコメント返信していくわよ。最近スプラしかやってないヨウムデイス。ごめへん、また久しぶりかも、ウプ主デイス。一通目、フォートナイトパート9からです。ナイス3連ディクロイです。チャンネル拝見させていただきました。こんなに上手い人からナイスと言われたら嬉しすぎて、そうです。もっと上手くなりたかったり、爽快感がある
い風習が見たかったり、ラジバンダリの人はぜひぜひ視聴してみてください。概要欄に覚えていたら貼っておきます。2通目、動くです。3000&32キルビクロイスウォー、今更ですが OP かっこいいですね。ありがとうございます。ちなみに OP はサイズを間違えていて作り直したのでメンタルが崩れました。あと投稿遅くて全然今更になってないので安心してください。安心します。お前は反省しろ。はい、すいません。3通目、こんにちは。チャンネル登録しました。みんなフレンド募集してますか？フレンド募集はしていませんが、参加型は検討中なので、その時一時的になることはあるかもしれません。登録ありがとうございます。4通目、キャバンパート2からです。わぁ、フォト内外だ。ウコツです。ワードスナイパーわからないですね。本当に毎回ありがとうございます。面白いんですけどマイナーなんですよね。5通目、キャバンパート3からです。ゲッコゲッコゲゲッコッコ、ゲッコゲッコゲゲッコッコ。6通目、ウコツです。キャバン待ってました。マリサの席が特殊わら。お待たせしました。ゲッコゲッコゲゲッコッコ。特殊。7通目、マイクラパート1からです。ウコツです。マイクラいいですね。北極ギツネ可愛いクリエ編も楽しみにしてます。かっこそろそろフォトなの。どちらも頑張ってあげました。まあキャバン挟んだので時間かかりましたがね。8通目、マイクラパート2からです。コメントありがとうございます。知らなかったです。B 音だらけになってしまうので詳しく書いてなくてごめんなさい。これでコメント返信は終わりですね。皆さんありがとうございました。さっきのキルで残り1人になったな。まさかの最後の敵ボートに乗ってたんだが、ずっと乗っててくれたら的だったのにね。やっぱり完成。あの一瞬で63ダメだからね。プラス28ダメ。とても消えてほしいけどチャプター変わらなかったらあるわな。なんならセブンの突か何かが次のマップになる説もあるしね。アフィールドは来ちゃった。ロケラン並みに使ってて申し訳なくなる武器。まあどっちも当てやすいけど、ロケランの方が当てやすいし少ないからロケランの方が嫌だけどねー。ずっと当てのダメ稼ぎみたいに打ち合ってたら詰めてきました。ここ降りたら死ぬわ。追いつけるぞ。ギリギリ行かれたわね。やっとダメ与えられた。でも結局泥試合がまた続いたので、本当は MK で締めたかったけど埋めることにしました。というわけでゲームのクラウンビクロイザー。まあ今シーズンチャレンジしてたら何回かクラウンビクロイ取ったんですけどね。命台無しだよ。ネーム2本あるんだけど。え、何？ライトセーバー消えたよ。あ、撮影する前からチャレンジで消えるって知ってたよ。え、配置完了。だからハイズとかゴニョゴニョ言ってたのか。どうも MK は、あぶ、あぶ、おい、逃げんな。おはようの。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくにょん。マジで出てきてるよ。